ミシェル・フーコー、カントの人間学。1、人間学の日付。人間学のある中によると、このテクストの内容は執筆以前におよそ30年にわたって講じられていた冬学期の講義で人間学を取り上げ、夏学期の講義では自然地理学を扱うことにしていたのだという。しかし実はこの30年という数字は正確ではない。カントは早くも1756年には地理学の教育を始めていたのだから。一方、人間学の講義が開始されたのはようやく1772年から73年の冬学期になってのことらしい。このテクストが現在知られているような形で出版されたのは、ちょうど講義が終わり、カントが最終的に教授職から引退した頃のことである。1797年の新ドイツメルクーガには、ケニヒズベルク発のニュースを報じている。カントは今年人間学を上梓する。彼がこの論考を今まで自分の手元に留めてきたのは、受け持ちの講座の地で学生が集まるのはもうそれくらいしかなかったからだ。もはや講義をしない以上、講師の手に委ねるのを渋ることはない。確かにカントの授業計画が1797年の夏学期の講義紹介にはまだ記載されているけれども、彼はすでに公式ではないにしても公開の場で、高齢のためもう大学で講座を担当することを望まないと告知していた。講義は最終的に打ち切られ、カントはそのテクストを印刷に付した。この決定校以前に人間学がどのようなものだったのか、そのさまざまな状態について私たちはほとんど何も知ることができない。カントの死後、シュタルケは聴講生が取ったノートを2度にわたって出版したが、この2つの著作はいずれも全幅の信頼を寄せられるものではない。そもそも没後27年も経って出版されたノートを鵜呑みにはしにくいのだ。とはいえ、2冊目の講義録にはカントによって出版されたテクストにはない重要な要素が1つ含まれている。詩的な解と不快について土台された章である。シュタルケによると、この章の趣向は印刷に付すためにカントがケーニヒスベルクからイエダに向けて発送した際に亡くなってしまったのではないかという。ところが実のところ、ロストックの図書館所蔵の人間学の趣向にはいずれかの断片が失われたと思わせるようなものは存在しない。カントはその著作人の印刷にあたって、かつて口頭で行った講義の一部については収録を望まなかったというのが一層真相に近いだろう。他方、シュタルケが編集した1冊目の講義録が注目に値するのは、年代についての具体的な情報を含んでいるためである。この本に収められた聴講生のノートは1790年から91年の冬学期の講義で取られている。このノートは人間学の構想と構造そのものに関わる2つの点で、1791年から決定校執筆の間に何らかの変化が起こったに違いないことを示唆してくれる。25年にわたって形成され展開され、カントの思想が新たな定式化とともに明らかになるにつれて変形されたに違いないこのテクストについて、私たちは従ってその一つの状態しか、つまり最後の状態しか知ってはいない。私たちに与えられたテクストは、あらかじめいくつもの体積層を備えたものでありながら、それが形作られた過去に対しては閉じられている。初期の探求が終わり、批判が始まり、カントの思想が三部からなる均衡に発展して、ついにはライプニッツの回帰とシュルツェの会議論とフィフテの関連論に対する防衛の体系の成立に至る。その25年間を人間学は封じ込めており、体積はなお続いているにもかかわらず、その深い思想の年代確定を許す外的で確実な記述は、基準は一つも存在しないのだ。しかし、人間学が批判哲学の企てに対してどんな関係で均衡を保つものだったかを知るのは無意味なことではないだろう。すでに1772年から批判の規定に特定の具体的な人間のイメージが存在し続けていて、そのイメージはどれほど哲学的に練り上げられようと本質的には変わらず、ついに大きな修正もなしに、カントが交換した最後のテキストの中で定式化されたのだとしたらどうだろうか。この人間のイメージが批判の経験をかいくぐった後にも損なわれることがなかったのなら、もしかするとこのイメージは批判の経験を組織し、支配したとは言わないまでも、少なくともそれを導き、密かに方向づけるようなものだったのではないか。だとすれば、批判と人間学は不運命であるが強固にとどまり続ける、目的論的な関係を取り結んでいたことになるだろう。けれども、反対に人間学は批判の試みが発展するにつれて、基本的な要素において大幅に変更されたのかもしれない。テキストの考古学が可能であれば、それまでの人間とは構造において本質的に異なるような批判的人間の誕生に立ち合わせてくれるかもしれない。その際、批判は哲学の予備学という本来の性格に加えて、人間存在の具体的な職形式の誕生と生成に不可欠な役割を担ってきていたことになる。その時、人間には真理の諸条件の批判から生まれた娘である何らかの批判的真理があることになるだろう。
けれどもこれらのあまり単純明快な問いかけに対して疑問の余地のない回答など期待せずに置こう。人間学のテクストはその最終的な形で与えられている。そして私たちにとって導きの意図となり得るのはいずれも極めて部分的な4組の手がかりだけなのだ。 A 人間学に関する覚書。アカデミー版全集はこれらの覚書をまとめてその年代確定を試みている。ただしこれらの談笑のほとんどはそれぞれの時点で人間学がどのようなものであり得たかのイメージを与えてくれるほど長いものではない。また年代の推定は慎重なものではあるけれども、その区分は1798年のプランに従って、あたかもこのプランが1772年から普遍の枠組みであったかのように みなしてこなされている。細部の変更はその上で初めて解読可能になっている。 B 講義倉庫。アカデミー版はこれを2部に分け、一方に1770年代のものを、他方に1780年のものを収めている。覚書と同様の難点があるものの、これらのテクストを1798年のテクストと比較すると、人間学自体の意味に、あるいはこの著作の均衡の中心に重大な横滑りが生じているのが見て取れる。講義倉庫ではより大きな重要性が歴史、市民性、世界市民といった主題に付与されている。 C 人間学の決定校と全批判期の小テクストとの比較、また同時期ないし ほぼ同時期の小テクストとの比較、これによって講義の開始からその出版に至るまで全く変更されなかったいくつかの要素を取り出すことができる。だが逆に1796年から98年にかけてカントの思想を支配したいくつかの問題が人間学の決定校に力を及ぼしているのも確かである。この観点からすると1798年のテクストのいくつかの主題は比較的最近になって加わったものに違いない。で、人間学の領域を扱う同時代のテクストとの対照。例えばカントが かなり早くから読んでいたバームガルデンの経験的心理学と符合するいくつかの箇所は疑いなく人間学の中に当初から常にあったものだろう。反対に例えばシュミットの経験的心理学と符合する箇所は明らかに後から付け加えられている。しかしここでもまた慎重でなくてはならない。というのもカントが帰還の本から借用したのか、逆にその本の著者がカントが書いた学説や口頭で行った講義、学生のノートによって伝えられたものから人間学やその源泉に見られる論点を借用したのかを見極めるのは概ね不可能なのだから。例えばイートはカントの全作品をよく知っていて、自身の人間学史論でしばしば言及しているし、シュミットもカントに参照を求めている。しかしこういった付き合わせは全て終焉を際立たせるのに役立つばかりで、中心的な問題である人間学と批判の諸関係は手つかずのまま残してしまう。とはいえどれほど不確実なものであろうと、これらの手がかりが示唆することを無視してはならない。そこから学んだことを人間学のテクストと批判のテクストに対照させることで、カントの最後の著作が全批判期の一連の研究と批判の企ての相対と批判以後に人間についての認識の種別性を明らかにしようとしていた一群の仕事とに等しく関わることが見極められるだろう。この三重の関わりによって人間学は逆説的にも批判に先立つもの、批判を達成するもの、そして間もなく批判を生産するものと一挙に同時代のものになる。まさにこの理由から、この著作の分析にあたっては生成的展望と構造的方法を完全に切り離してしまうことはできない。私たちが扱おうとしているテクストはその厚みそのものにおいても、またその最終的な現れと諸要素の均衡においても、それが閉じる運動の全体と時代を共にしているのだ。ただ批判という企ての 全体の生成だけが、もしくは少なくともその運動総体の再構成だけが、この運動の継承を解き明かすことができる。批判の企ては人間学というこの継承において完成され消え去る。逆に言えば人間学と批判の間の諸関係の構造が正確に見定められた時に初めて最終的な均衡に向かう生成の道行きが解読可能になるだろう。もっともポストムのが超越論的哲学とようやく合流する地に一歩を踏み出していたというのが本当なら、それは最終的な均衡というよりも最後から2番目の均衡なのかもしれないのだが、まず日付の問題から片付けよう。いくつかの手がかりのおかげで1798年10月にニコロ・ビウス書店から出版された人間学のテクストの執筆時点をかなり正確に位置づけることができる。1、1797年3月後半の日付を持つクリストフ・ビルフェルム・フェーフェラント宛ての手紙でカントはマクロビオティック、すなわち人間の寿命を伸ばす術
いいな、1796の憲法に感謝している。カントは本を読むことを約束しながらも、自分の食欲を生き生きしたものに保つとともに、身体的な存在としての人間に生気を与える道徳的素質の力という大胆で魂を高揚させる構想をはっきりと理解して人間学に活用したいと思っているので、その読者の喜びは加減しなくてはならないという。1797年9月20日には、すでにテキストはかなり進んでおり、友人や文通相手からなるサークルでは、出版は間近だと思われてきた。読者たちはあなたの人間学を大歓迎するでしょう、とビースターは書いている。そしてもう執筆は終わったと考えていたのか、次のように言い添っている。あなたが今年中にその原稿を印刷に回されるなら素晴らしいことです。もう随分長いことみんな待ち焦がれてきたのですから。3. 同年11月5日、ティーフトルンクはまだ本が出ないことにいささき驚きつつ、様子を尋ねている。講師はあなたの人間学を待ってます。もうすぐ出版なのでしょうか。4. だが実のところ、この時点で執筆が終わっていたのかどうかはよくわからない。カントは諸学部の争いの交換に執念を見せ、最新の注意を持って取り組んでいただけに、同日の手紙の中には人間学についての言及はあまり見られないのだ。1797年、10月13日付の手紙でカントはティーフ・トルンクに、自分がいつ死ぬとも知れないと語った上で、ゲンジヘン教授に託される予定の2つの論文を進めている。1つはもう2年前に全体の執筆が終わっており、もう1つは完成間近だという。これが人間学の思考だとはまず考えられない。論文という言葉は、人間学のように長いテキストには似つかわしくない。話題になっているのはむしろ諸学部の争いの2つの説のことだろう。だとすれば、人間学の本格的な執筆は始まっていなかったとみなすべきだろうか。あるいは反対に、それはすっかり出来上がり、すでに出版社に送られていたのだろうか。5. シェーンデルファーは人間学の思考がアルブレフト・ハラーに言及した箇所で、レス博士を名指ししていないことを重視している。そこには単に、大学でかつて同僚だった著名な神学者とある。ところで、印刷に付されたテクストにはレス博士の名が見えるのだ。この人物は1796年に亡くなっているから、カントは彼の存命中にその名を明記したくなかったのかもしれない。その場合、訃報は一旦思考が完成し、おそらく印刷に回された後に伝えられたことになるだろう。6. もっと重要で説得力のある手がかりは、思考に見られるいくつかの文章がほとんどそのまま、単なる決意によって病的感覚を討議する心の力についてのテキストに移っていることだ。これは諸学部の争いの第三部となるテキストである。カントは1797年4月19日付の手紙で、このテキストの主題をごく最近思いついたアイデアとして語っている。彼はその頃73歳の誕生日を目前にしていたが、幸いにもこれといった病気はせずに済んできた。この経験をもとに、心理学的な薬について論じてみたいというのである。実際、フーフェラントに宛てられたその前の手紙、3月末では、そんな話はまだ出ていない。マクロビオティックを読んでから、カントが執筆を決意したことは、心の力について関東のフーフェラントへの返答からもわかる。ところで、このテキストは、実用薬学、外科術雑誌、第5巻第4冊1798に、人間学から再録されたいくつかの文章とともに発表されている。したがって、人間学はフーフェラントの雑誌のための記事が書かれたときには、すでに完成していたか、ほぼ完成に近かったと考えられる。7. 人間学の中の一つは、心の力について2、3章を求めている。しかし、この中はロストック図書館所蔵の思考には見られない。だとすると、カントがこの思考を執筆した時期には、フーフェラントのための記事は完成していなかったか、おそらくはまだ手をつけられてさえいなかったと思われる。8. 思考の欄外に記された中の一つが、1797年に2つのドイツ語訳が出たハーンの著作に参照を求めていることも注意を引いた。つまり、カントは思考を一旦執筆し終えた97年の後半にそれを読んだに違いないというわけだ。しかし、カントがすでに単なる理性の限界内の宗教でハーンを引用していたことにも注意しなければならない。その場合は、この欄外の注意は記憶に基づく追加に過ぎないことになるだろう。以上の情報はかなり正確な日付を指し示している。人間学の思考はその主要な部分については1797年の前半、おそらくは最初の3、4ヶ月の間にはまとめられていた。心の力について生んだ突然の着想は多分、完成間近な人間学の執筆を中断させはしなかったろう。けれども、それは印刷と最後の仕上げを遅らせることにはなったらしい。人間学に加えられた最終的な変更、重複する文章の削除、
週の追加はひとまず心の力についてが完成を見て、おそらくはフーフェラントに送られてしまった後で直接印刷業者に送られるか、構成ずりに書き加えられるかしたに違いない。2. 全批判機との関わり。以上のような正確な日付の鑑定そのものは全く無意味なものではないにしても、決定的なものでもない。日付の確定が意味を持ち、またその意味が広がりを示すのは、当時の時点で執筆されたテキストを同時期のテキストだけでなく、人間学の初期の講義に前後するテキストに近づけてみる時である。人間学のテキストの起源が1772年、すなわち感性界と知性界とについての論考と、さまざまな人種についての間にあるとすると、人間学が全批判期を閉じ、コペルニクス的展開を予告しようとする数年の間に生まれていることが見て取れるだろう。いずれにせよ確かなのは、1798年に公開されたテキストが、全批判期のさまざまな著作に差したる困難も目立った変更もなしに整合することだ。A、美と崇高の感情についての観察、1764。このテキストと人間学の称号はすでにロジェ・ケンプによって入念にかつ正確に指摘されている。それはとりわけ気質の分析において顕著であり、確かに両者のパースペクティブは全く異なっているかもしれない。観察の論述は道徳感情の問題に沿って整理されており、その際気質の分類は事実として与えられたものとされている。それに対して人間学の気質についての記述は、行動と感情の緊張と緩和という原理からなされる一種の演繹によっている。しかしその内容は表現や言葉遣いに至るまで驚くほど似通っている。例えば単純質の人物について観察には、彼の優しさは礼儀作法であり、彼の心遣いは儀礼であるとあるのに対し、人間学は彼は礼儀正しい、ただし儀礼上のものだが、という。同様の合致は男女の性格や様々な国民性を区別する特徴について語る際にも見られる。これらはすべて人間学のテキストが遠い起源を持つこと、いくつかの要素が2、30年の間にほぼ変化せず、ほとんど文字通りにとどまったことをよく示している。B、心の病についての思論、1764。ここでも多くの共通の要素が見られる。例えば、愚者は賢明ではなく、アホは利口でない。という愚かさとアホの区別。また無能力の病と混乱の病の分類は、人間学ではその意味を変えることなく、心の機能不全と心の病の対比に至る。けれども人間学が機能不全の枠内に分類する狂気のいくつかの型、バカ、幼稚さ、愚かさは史論では別に扱われ、唯一同情に値する真の病よりも程度の低いものとされていたことは指摘しておこう。それらの狂気の方はこれらおぞましい病と呼ばれていた。他方、重篤な心の病の根本的区分は史論と人間学で同じ術語でなされているものの、その内容は全く異なっている。史論の分類は単純なものだ。枠乱は神気症のように経験の概念を損なって幻想を生む。妄想は憂鬱症のように判断力を犯す。そして錯乱は判断に関する理性を損なう。人間学ではこの分類は変更され、分類を組織立てる概念が可能的な経験に関わるものとなる一方で、狂気という一般的な分類のもとに、ソバージュや輪廻よろしく、乱心、妄想、錯乱、妄筆が配列されている。史論のテキストとの親近性はまだ明らかだが、ここには批判のもたらした発見と同時代の学問の進展に即した再調整がはっきりと見て取れる。C、人間学にモス家庭の動物と人間の構造における身体上の本質的な相違についてをカントが書評した1771年のテキストの残響があることも、指摘しておこう。カントは26年の時を隔てて、原始人の直立という彼の目には無用のものとも映る難問に触れている。D、様々な人種についての思論。1775。人間はこの史論で論じられた問題についてわずかに1ページ足らずしか割かず、カントの考えを要約したギルタナの近著、博物学に関するカント的原理についてに参照を求めているだけである。しかしカントが知の変遷の中で人間学をどう位置づけていたかを理解するためには、様々な人種についての史論を締めくくる短い一節を見逃すことはできない。史論は1775年夏学期の自然治療学の講義を予告するためのもので、その限りでこの学問分野に属する。とはいえ、この自然治療学という学問はそれ自体を目的とするものでも、それだけで成り立つものでもない。それは後に人間学で人間知と同義とされる世界知に先立つ研究なのだ。この世界知は2つの固有な特徴を持つものとして構想されている。
世界一は獲得されたあらゆる知識と技能について単に学校的な知識を増やすだけでなく具体的な性を組織し導く実用的な境地に立たねばならない。そのために知が働く2つの領域である自然界と人間界は教師局の次第のように雑然と取り上げられてはならず宇宙論的なやり方で捉えられなくてはならない。すなわち自然界と人間界からなりこの両者がところを得て互いに位置づけられるような全体との関係において捉えられなくてはならない。こうした主題は人間学の序文と最後の数ページで示されているものに近い。しかし主題の内容、実用性の優位と緊密なまとまりをもって一つの全体として世界を認識しなければならないという配慮はそのままだとしても反対に構造の方は食い違っている。自然地理学と人間学は人間と自然の対地によって分析された世界認識の対照的な2つの半身として並列されることはなく世界一へ向かう使命は完全に人間学に委ねられる。もはや人間学が自然と出会うのはあらかじめ人間の居住可能な場として考えられた地球という姿のもとでしかないのだ。その結果地理学と人間学を前もって遠くから支配し自然についての知と人間についての認識の統一的な参照枠とされるような宇宙論的なパースペクティブという理念を雲散霧消してコスモポリスの理念にとって代わられる。このコスモポリスの理念はプログラムとしての性格を持っておりそれに従って世界はすでに与えられた宇宙としてよりも建設されるべき政治共同体として現れるのである。3、批判記号との関わり。カントの著作はもう一方の極において人間学は右に挙げたものとは別のいくつかのテキストと時期を同じくしている。これらのテキストと付き合わせてみるとカントの到達点とは言わないまでも少なくとも人間学に最近になって加わったものが見極められる。こうして始まりと終わりとを押さえておくことで私たちは歴史的であると同時に構造的な事実諸々のテキストの年譜と著作の建築術の双方において現れるあの事実すなわち批判的思考と人間学的考察の同時性という問題に取り組みあたって多少なりとも備えを固めることができるだろう。それでは核も昔から気にかけ核も深く自身の著作活動に根を下ろしていたこのテキストをカントが出版に向けて仕上げようとしていた時期に彼の考察にとって最新の主要な関心事は どのようなものだったのか。1、ヤコブ・ジギスムント・ベックとの文通の最後の逸話。カントがベックに宛てた手紙のうち、哲学的に意味のある最後のものは1794年7月1日付のものである。その手紙はベックが太陽付けと呼ぶものに関わっている。太陽付けとは主観によって規定されるものとしての表象を、表象とは区別される客観に帰すことであり、この太陽付けによって表象は認識の要素となる。カントは表象がある対象に帰されるのではなくて、他の何者かへの関係が表象に帰されるのであって、だからこそ表象は他の人に伝達可能になるのだと注意を促している。彼はまた多様なものを破足しそれを意識の統一の中に取り込むということは合成によって初めて可能となるものを表象することに他ならないと主張する。私たちの間で互いに伝達が可能なのはこの合成によってなのである。言い換えれば客観への関係こそが表象を各自にとって妥当なものとしそれゆえ伝達可能なものとするのだが、だからといって私たちが自分で合成を行わなければならないということには変わりがない。批判の主要な主題、客観への関係、多様の総合、表象の普遍妥当性は、こうして伝達の問題を中心に据えて大掛かりな再編成を被る。超越論的な総合は、経験的な共有の可能性において初めて均衡を取った形で示されるのである。経験的な共有は合意と伝達という二重の形式で現れる。一見矛盾するようだが、表象が物に帰属させられてはいないこと、つまり多様性があらかじめ結合した形で結合した形で与えられていないこと、こそが他人との諸表象のやり取りを常に可能にする。なぜなら主観はどのように触発されるかによっては規定されず表象を合成することによって自らを規定しているのだから。私たちが理解できまた他の人に伝えることができるのは私たち自身が作ることのできるものだけなのです。ベックとの哲学的な文通はここで終わっている。カントは手紙の終わりに、私自身自分の言ったことをもはや十分には理解していないような気がしてきましたと書いている。そしてベックのような数学者が、私たちの認識能力の細く単純な意図を十分に明晰に示してくれたらと願っている。実を言うと、ベックとの対話はもはや再開されることはなかったにしても、いわば20日に続けられた。実際ベックはさらに3通の手紙をカントに送っている。
最初の手紙はまだ酒の問題設定を引き継ぐもので、意識がもたらす相互による統一や表彰に他ならぬ表彰行為自体によって客観に結びつけられることについて語っている。第二の手紙は2つの手段に関わる。1つは感性と知性の還元不可能性、感覚を触発する対象は物自体なのか現象なのか、知性はその対象を感性抜きで構成することができるのか。感性の役割は主観を触発することにあり、知性の役割はこの主観的な触発をある対象に関係づけることにあるのか。もう一つは理論的なものと実践的なものの関係。人間は実践的意識において自然よりも高い次元に至るとはいえ、それでもなお自然的対象にとどまる。そして最後の第3の手紙は、知性における本源的なつながりの問題とともに、実践哲学と理論哲学の間に区別を設けないフィヒテの誤りに関するものである。これら全てについてカントは少なくとも直接的には回答を与えていない。せいぜいテイフントルンク宛ての短い手紙がベックとの圧力に触れているぐらいだ。しかし真の返答は人間学の中に見出される。一つは印刷されたテクストの中に、もう一つはその官房が省いた思考の長い一節の中に。 A、 印刷されたテクストの中では感性に当てられた領域の広がりと充実ぶりが注目に値する。確かに把握の力というものがあって、感覚の内容を生み出す能力を持つかのように見える。そもそもそれは直感を生み出すことができるではないか。しかしそこで問題になっているのは、認識一般の能力として考えられた知性である。厳密に言えば、知性は感性的直感に対立し、感性的直感は知性には還元不可能なものとされている。再生産の能力としての想像力さえ、感性的直感の本源的に乗り越え不可能な生産性に従うとされるほどだ。だが知性がこの現象的な啓示の力を打ち消すことも構築することもできないとは言っても、この啓示の力が直感のアプリよりな諸形式によって主観に根本的に結びつけられていないわけではない。知性と感性が対立するからといって、両者の同一性を際立たせるためにベックが経験するものと呼ぶものの統一が脅かされることはないのである。考える存在としての私は、感じる存在としての私と一つにして同じ主観である。人間学はまた内観と統覚をわざわざ区別している。統覚は人間がすることの意識であり、内観は人間が感じることの意識であるという。これらの定義は批判の定義と重なり合うものの一定のズレをはらんでいる。批判が我を思うの単純性に帰着させていた統覚は、今度は主観の本源的な能動性に引き寄せられる。一方、批判が時間のアプリよりな形式に従って分析していた内観は、思考の戯れの現象的な多様性において与えられる。この思考の戯れは主観の支配性を及ばないところで演じられるもので、そのために内観は構成的な活動というよりも本源的な自動性の印となる。B、 交換されずに終わったテクストの中で、カントは自己認識の問題をより詳細に論じている。そこで改めて経験的な意識として定義された内観は、私を対象としてのみ認識するという。その際、観察された私は内部知覚の諸対象の相対という意味を持つ。かたや統覚の方はより批判に近い意味で知的な自己意識として定義される。その時、統覚はいかなる所有の対象にも、いかなる直感的内容にも関係づけられない。それはただ規定する主観にのみ関わり、その限りで心理学や人間学ではなく論理学に属すとされる。こうしてフィフティが指摘したような、主観の分裂という大いなる危険が兆すことになる。主観性の2つの形式はもはや不均衡な主観客観関係においてしか通じ合うことはないのだろうか。カントも認めるように、これは大きな難題である。しかしここで問題になっているのは、二重の私ではなく、この私についての二重の意識であることを心に留めておかなくてはならない。つまり、私は統一性を保持する。その私があるときは知覚の内容として、またあるときは判断の形式として意識にもたらされるのは、私が規定する主観であると同時に、自己自身を規定する主観として、自己を触発し得る限りのことなのである。したがって、知性に還元できない感性が主観を分裂させる恐れはないし、その危険を回避するために経験のすべての領野を知性の唯一の主権のもとに回収したり、知性を優れて経験するものとしたり、さらに小カテゴリーの中に知性の働きの本源的な形式を含めたりする必要はない。フィヒテの思想に震撼させられたベックが、カントの主観の分裂を回避するために採用せねばならないと考えた極端な解決策など不要なのだ。印刷されたテキストと思考の双方に読み取れるこうした20日の返答の起源は、ちょうどカントが人間学の決定稿を執筆していた時に、あるいはそれよりほんの少し前にベックから届いた手紙にあった。交換されずに終わった文章は、ベックに対する返答や彼の提起した問題についての考察にあまりにも限定されすぎていたために、結局人間学自体の中には収められなかったのかもしれない。
だが一方でこの様子はどれほど周辺的だったとしても、人間学一般が可能になる空間を明らかにしてくれるものだった。その空間は自己の観察が主観そのものや総合する純粋な私ではなくて、むしろ客観としての私に、ただ現象の真理の中にのみ現伝する私に至るような地帯である。けれども時間の形式の下で感覚に与えられるこの私イコール主観が否定する主観と無縁だというのではない。というのはそれは結局のところ自己自身によって触発される主観とは別物ではないのだから。したがって人間学の領域とは自然の機械論と外在的な規定の領域であるどころか、もしそうならそれは生理学とだろう。根源的な受動性の領域において行使される自由の物静かで解き放たれ、しばしば逸脱を見せる厳然が住まう領域にとどまり続けるのである。一言で言えば人間学に固有の領域は総合と受動性の、また触発されるものと構成するものとの構成するものの具体的な統一が時間の形式の中で現象として与えられる領域として処遇されている。しかしこのような人間学の位置づけは超越論的な考察によって初めて可能になる。だとすれば人間学の問題に無縁とは言わないまでも、少なくとも人間学に固有な考察のレベルに遠投へテキストの再録をカントが断念したのも当然だった。人間学には人間学の水準に属するものだけが姿を見せなくてはならない。つまり自己の観察の具体的な処刑式の分析が、とはいえ改めて突き合わせてみると、印刷されずに終わったテキストと印刷されたテキストは2つの異なった次元において別句に答え、フィフテの最悪を振り払い、人間学のあり得るべき場所をその外側からあたかもくぼみの中にあるもののように描き出すという振る舞いにおいて一致しているのだ。2. 法権利の形状学に関する議論。16世紀以来、法思想は国家という一般的形式に対する個人の関係、あるいは所有という抽象的形式で元でのものに対する個人の関係を定義しようとしてきた。ところが18世紀の後半に入ると諸個人の間の貴族関係が夫婦や家族集団や世帯や家といった具体的で個別的な在り方において問われるようになる。ブルジョアジーが自らの根拠として、また正当化の根拠として前提する市民社会は、いかにしてこのような限定的な単位に個別化されるのか。この限定的な単位は封建的なモデルからもはや何も借用しないにもかかわらず、当のモデルが決定的に消滅しようとしているときになお残存しなければならないというのである。クリスチャン・ゴッドフリート・シュッツは、法権利の形状学のカントがこうした個人間の諸関係をあまりにも忠実に物への法権利の主要な形式のモデルになぞらえすぎているのではないかと懸念していた。そもそもカントは物に対する仕方で人格に対する法権利についてと題された章の中で、そのらの諸関係を位置づけていたのではなかったか。その章は取得の本質的な3つの形式に従って3つの領域に分かれていた。すなわち男は女を取得する、夫婦は子供を取得する、家族は奉公人を取得する。それに対してシュッツは婚姻関係において女が男のものになるとは考えない。結婚において男が女から満足を引き出すことができるとしても、その満足のありようは女はそこまで単純な身分に貶めはしない。父に他人のものかと言えるのはただ食人だけであって、結婚とそれに伴う権利は人格を代替可能な物件と化すことはない。それは下僕についても同様で、彼らを拘束することやその権利が社会生活の根本的な規則の中に書き込まれ得ない限り、下僕をものとみなすことはできないというのである。要するにシュッツがさまざまな局面で提起するのは、万民法によってもものへの法権利によっても説明できないにもかかわらず、実際にブルジョア社会に点在する離れ小島がいかに構成されるかという問題だった。つまり具体的なものの理論や概要化の分析によって組み尽くすことのできない自発的な総合が、すなわち支配のあり方が主権とも所有権とも異なる法権利の外縁が問題にされているのである。1797年7月10日、おそらくちょうど人間学の執筆を終えようとしていた頃の出宛ての手紙で、カントは相手の反応に答えている。性関係における相互延長は、婚姻の法的に必然的な帰結である。つまり男女の関係における物化は、法権利を根拠づける権利では事実ではなく、法の下に置かれた状態から帰結する事実であり、その限りにおいてこの状態を覆すものではない。結婚の枠組みの内であろうが外であろうか、自由思想家の法統が食人と異なるのはただ見かけのことに過ぎない。逆に結婚という法的形式を取るか否かによって性関係の道徳的な意義は大きく異なるけれど、その内容自体に変わりはない。つまりパートナーの一方は他方に対して一つのもの、つまり快楽の援助にとどまる。法権利は事実を正当化する。しかしこの根拠づけによって法権利が事実の内実を損なったり、その内実に何らかの変化をもたらしたりすることはない。
使用人のとの関係についても同じことが言える。確かにそこで問題になっているのは人格ではあるだろう。しかしその関係は法的には占有の関係である。人が誰かを自分の占有のもとに置くということは物に対する法権利を示している。使用人は日雇いで働く人とは異なって家族に不可欠な一部分を成している。法的な関係がぶつかするといっても人格の本質が物に変わることはなく、ただ人格が人格に対する場面に人格の物への関係が設定されるだけなのだ。出自の意義は道徳的な視点と法的な視点を、また人間的な人格と法的な主体を混同している。返答にあたってカントはこの区別を再び厳密に立て直すのである。しかし出自による反論は人間学的な問題意識のまさに核心をついていた。その問題意識は法と道徳が合流するとともに分岐する特定の地点に位置するからである。人間学が実用的なのはそれが人間を諸々の精神からなる道徳的な共同体に属するものと捉える。もしそうなら人間学は実践的と呼ばれるだろう のでもなく、諸々の法的主体からなる市民社会に属するものと捉える。その場合は法的となるだろうのでもなく、むしろ世界市民として、つまり具体的普遍の領域に属するものとして考察するからなのだ。この領域において法的な規則に規定され、従属する法的主体は同時に自由の自民、自身の自由において普遍的道徳法則を担う人間的な人格である。世界市民であるとは特定の法的規則の総体と同じくらい具体的で、道徳法則と同じくらい普遍的なこの地帯に属すということなのである。人間学が実用的であることと、人間を世界市民として捉えることは、したがって同じことを意味する。だとすると、人間学が示さなくてならないのは、占有の領域に依拠する法的な関係、すなわち物への法権利が自由の主体たる人格の道徳的な確信をいかにして保持しているかということだろう。この確信を保持することが同時にそれを危うくすることになるのだとしても、人間学で描かれる男女関係のパラドクスは、まさにそんな危うさを示している。自然状態にあって女は家畜に過ぎない。しかし野蛮な一夫多妻制のもとではすでに一つのゲームが始まっている。確かに妻たちは物化されてはいるものの、その間でいつ何時いさかいが起こっても不思議ではないから、彼女たちのライバル関係やコケットリによってかえって妻たちを所有する者が争いの対象に化してしまう。ハーレムのコーチとでも言うべきものに従って、気まぐれの主人の先生は直ちにその時々に気まぐれに選ばれた相性に対して君主が示す服従にとって変わられるのだ。とはいえ、文明化された社会の一夫一婦制の構造によって妻が所有物という性格から解放されるわけではない。そのため妻が不定を働いて夫婦関係を破壊した時には、夫はすでに内実を失ってこの関係の対象を無に帰しても構わない。つまり妻を殺しても構わない。だがこの暴力的な関係たる嫉妬、時には破壊にまで至る妻の物価としての嫉妬は妻の価値の承認である。妻が交換可能な単なる商品に貶められるとしたら、それは逆に夫が嫉妬を感じない場合だろう。夫が持つ嫉妬する権利は殺人までも含めて妻の道徳的自由の承認なのだ。しかし妻にしてみれば、この自由に発する第一の要求は嫉妬から逃れて自分が単なる物以上のものであると証明することにあり、その証明は嫉妬をかきたてることによっては果たされる。だから夫の嫉妬はこの抑えつけがたい自由の行使を前にしてなす術もないのである。こうして一夫一婦制の法権利の中に、妻を夫のものとする物への法権利と、全人格に自由の主体を認める道徳法則の均衡点としての浮気が成立する。とはいえ、この均衡点は終着点でもなければ公平な分かち合いでもない。浮気は複数の要求の錯綜以外の何者でもないのだから、つまり自分自身の望むような結婚の中に女の自由を抑え込もうとする夫の要求と、結婚しているにもかかわらず男に対する主権を行使しようとする妻の要求の錯綜である。こうして絡み合う網は一挙に編み出される。その網の中では法権利も道徳も純粋な状態で存在することはないけれど、その法権利や道徳の絡み合いこそが人間の行為に作用する場合、具体的な余地を提供する。それは根本的な自由のレベルにあるのでもなければ、法的規則のレベルにあるのでもない。ここに現れているのは特定の形をとった実用的な自由である。その実用的な自由においては、要求と高知が、怪しげな意図と人目を欺く隠蔽が、主導権を握ろうとする密かな企みが、そして忍耐との間で成立する妥協が問題となる。カントはこういったこと全ては人間学の序文で暗示していたように思われる。そこでは自由に行為する存在としての人間が自分自身に対してなすこと、なし得ること、なさんでもならないことを規定するのが本書の目的であると述べられていた。それは自己自身を立ち合わせる運動を通じて自己自身を限定する、自由と自由の取引である。あるいはまた交換に際して行われる妥協が、単純な相互承認の透明性には決して尽きぬような駆け引きだと言ってよい。
人間を自由に行為する存在として取り上げることで、人間学が一大自由交易権を出現させる。そこで人間は自分たちの自由をまるで手渡しするように流通させ、物静かで途絶えることのない取引によって諸々の他人と結びつくのだが、その取引こそが人間に地球上の表面の全ての住処とすることを可能にする世界市民である。3、フーフェイナントの文通と著学部の争い第3分。実を言えば、人間学を執筆していた頃の手紙は、カントが年齢のせいでもはや展開できなくなったと感じていた批判哲学の諸問題よりも、老いが自分自身に驚き、自分自身を問うとでも言うようなある種の問題に関心を向けていたことを示している。超越論的な問題の主催を改めて取り上げることはかなわないというのに、それでもなお自分自身の主人にとどまって用心深く一切の病から身を守ろうとするこの老いとは、一体何なのだろうか。それはただ長引いているだけのせいなのか、それともついに完成に至ったせいなのか。この分別盛りの年頃は、儚い生の時間を理性によって討議をし得るということを示唆しているのか。けれども、望むと望まぬとに関わらず、私たちに対して嫌悪なく生の最終期限を突きつけてくる時の流れを、理性の能動的な結合によって回避支配して、平穏な英知の王国と化すことなどできるのだろうか。こうして3の人間学の最後の仕上げがなされようとしていたこの時期に、自動性と時間の問題が突出するように現れる。これはフーフェラントがマクロベアビオテック、すなわち人間の寿命を伸ばす術で取り上げたのと同じ問題である。このテキストはライルやハインロートが参加したドイツ医学の運動に根ざしている。その運動は病の観察に悪の形状学を当てはめ、どのような共通の重力に従って病理学的な機械論への崩落が自由の現在への転落と正確に対応するかを見出そうとする壮大な人間学的試みだった。フーフェラントの著作はそこまで極端ではなかったとしても、この主張に近接するものではあった。というのも、実用書ならではの控えめな調子をとってはいるものの、この著作はやはり人間における具体的な身体的なものを道徳的な観点から扱い、道徳的な問屋が人間本性の身体的な完成にとって不可欠であると示すことを目指しているのだから。ルソンの影響のもと、18世紀末を支配していた道徳的強化の目指す医学は、この著作で完成とともに意味の反転を見せている。この新たな倫理的生理学において健康が徳と関係づけられるのは、ティストが考えていたように自然の直接性に帰らねばならないからではなく、理性が身体を隅々まで討議せねばならないからなのだ。健康とは、一つの有機的な全体が余すところなく合理的な形式によって支配されているような人間存在の目に見える裏面なのである。この合理性の形式はあらゆる分割を超えていて、倫理的であると同時に有機的である。つまり健康とは自由な働く空間、自由が作用できる空間であり、まさにその作用によって構成される空間である。もし病による塾に何か常念に留意するものがあるとしたら、それは穏やかな自然の世界からあまりにも隔たってしまったせいではなくて、自由の精神的な弓が緩んでいるせいなのだ。決定論とは自由の意思観に他ならない。しかし、それは必ずしも病の原因ではないし、単なる病の結果でもない。この自由の主観はむしろ、病が自ら生成する過程である。つまり、有機的な合理性が自ら解体して、その過ちによって自分自身の自由を断念するに至る過程そのものである。だからこそ、自由をよく用いることによって、身体の機構を機械論への罪深い転落から守り、人間の寿命を伸ばすことができる。医学におけるこの新しい発想は、まもなく一つの自然哲学となるのだが、それまではカント主義との類縁関係を辞任していた。1796年の12月12日付の手紙でカントに、マクロビオティックの限定を伝える際にも、フーフェラントはその類縁関係を全面的に受け入れている。彼によると、この限定は二重の意味で等を得ているという。一つには、最も過酷な精神的仕事の中でも、老いてなお若々しさを保てることをカントが身をもって示しているからであり、また一つには、突き詰めて言えば、真の人間学と呼べるような人間についての認識をカントの著作が可能にしてくれるからである。フーフェラントから手紙と著作を受け取ったとき、著作が随分遅れて1797年の3月半ばに着いた。カントはまさに同じ問題に関心を抱いていた。彼はフーフェラントのテキストを熟読することを約束し、著者の考えをさっきりと理解して、人間学の中で活かせるように十分に時間をかけるつもりだという。およそ3週間後の手紙では、病的感覚を討議する心の力について、養生法を書いてみようと思い立ったと語っている。アイデアがちょうど頭に浮かびました。医学的な著作というよりも、個人的な経験についての考察ではあるけれど、フーフェラントに送るつもりだと。この養生法はカントによって2度にわたって使われるだろう。
最初はフーフェラントに送られて、彼の雑誌に載せても、序文と考察を付して単独で出版しても良いとされる。次は、諸学部の争いの第三部として、哲学部と他の山岳部の関係についての体系的な検討の一部となる。こうして養生法を作り上げようとする医学の試みに対して哲学者が成した個人的な貢献は、同時にそのまま日常的な健康法の定義をめぐる学問としての医学と哲学的な考察との間の論争と線引きを基とするものとなる。とはいえこのテキストにはポレミックな色彩はさほど見られない。哲学部と神学部の争いには和平の締結以外の解決策がないのに対して、哲学と医学との関係は当初から平和的なのである。医学的な書評と哲学的な教訓は2つの学の本性上のずと入れ子状に収まる。道徳的で実践的な哲学はある意味で普遍的医学であり、あらゆることについてあらゆる人に役立つわけではないにしても、どんな処方箋にとっても不可欠である。なぜならそれは養生法に対して積極的普遍である健康の働きを維持するための法則を定めることによって、医学に対して消極的普遍である病を遠ざけるからだ。 哲学は普遍性の脅威にあり、それに対して医学の次元は常に特殊性として位置づけられる。哲学は医学にとって不可欠で、指示を与えることのできない知恵を成していて、健康と病の諸関係の全体はその中に包摂されるのである。確かにこの優先権は人間の直接的な願望の序列を問うときには隠されてしまう。人が長寿と健康を願うといっても、そのうち無条件なのは最初の長寿の願いだけで、それゆえ死によって解放されることを望む病人も、いざ最後の時が来ると決まって猶予を求めるのだから。しかしこの無条件な願望も生の次元においては二次的である。健康な状態で起こる自然死など存在しない。それを感じずにいたとしても病はそこにある。病とはなしに済ますことのできない死の種子なのだ。だから生存を伸ばす術は生を完全に討議をして絶対的な死に勝利するのではなく、生のただ中にあって病と健康の関係を整える節度を持った相対的な技法なのである。だとするとこの技法の意義は、病的感覚に対する心の討議といった観念によっては必ずしも正しく表現できない。というのも感覚はあるがままにあり、変更が効くのはその感覚に向けられる注意の強度と持続でしかないのだから。心筋症が妄想なのは、要素が欠けているせいではなく、想像力が病素とそのあるがままの現実に幻想の戯れを投影するせいなのだ。病そのものについて言えば、心によって討議されるのは、それが痙攣の形を取る時だけである。痙攣という言葉は、空洞を持つ器官の筋肉組織の付随的な収縮としてよりも、あらゆる18世紀の医学が考えたように、身体組織 の自然で通常の運動が抑制されたり加速されたりすること、後者は前者の逆説的な結果であるという、より広い意味に取らなくてはならない。これらの運動、いやむしろ運動の変調に対しては、精神は均衡を取り戻すことができる。性の運動は思考が身体組織上に持つ1バージョンであり、不可欠な対応物であって、自身の思考を討議する主人である心は、この性の運動を討議する主人でもある。心が働かなければ、性は眠り、すなわち死に落ち込むしかない。人が眠るとき救ってくれるのは夢しかない。だから性の運動が均衡を失って痙攣し続けるような場合には、心は適切な動きを取り戻してやらねばならない。ウーフェラントに送られたテキストと人間学が直接に通底している。両者は同じ次元にあるんだ。心の力についての最後の2節を除けば、他は全て人間学で取り上げられた主題と交錯している。すなわち心気症、夢、栄養と消化の問題、考えるのに適した時についての考察、睡眠についての長い一文は、諸学部の争いと重複するために人間学の思考からは削除さえされている。同時に執筆された2つのテキストは、同じ思考の結末に属しているのである。おそらくフーフェラントのためになされた研究は、カントにとって人間学に重圧をかけ続けていた難題の一つを解決するのに役立つものだった。つまり自然的人間とは何かについての分析を、自由の主体たる人間の定義とどう分析するかという難題である。1770年代の講義草稿では、問題はただ 1. 自然物としての人間についての認識、 2. 人倫的存在としての人間についての認識というふうに分離されて考えられるか、あるいは世界地とは 1. 自然地、 2. 自然地で人間地である、あるが人間は同時に一つの自然を持つといった円環をなすものとして考えられていただけだった。後年の談笑では、使用の方向で解決が訴求されているが、その内容も可能性もまだ無規定なままにとどまっている。人間知は、我々は自らの意図に即して自然をもっともよく使用できるという理念を根拠とする。この使用の意味が明確化されるには、諸学部の争いと1797年の執筆まで待たなくてはならない。そこで初めて身体の運動が条件づけるもの、
生と死、覚醒と睡眠、思考と非思考を条件づくるものでありながら、諸々の心の運動とその自由な行使によっていかに討議されうるかが明らかになるのだ。経年についての理解は、身体の自発的で受動的な総合がいかにして心の意識的な総合によって取り上げ直され修正されるかを示していた。しかしこの心による総合は決して成し遂げられることはないだろう。つまり死をも不支配するような主権を握って自らを死から奪い取ることはないだろう。おいてはその印であり、まさにこの討議は自動的総合の自発性の中で出難に漏れ、身動きもままならなくなることを示している。年を取ることは病ではないとしても、年を取るにつれて病は討議できなくなる。こうして再び時間が支配するのである。4. 使用イコール寛容の地平。ここでしばらく立ち止まってみなくてはならない。そして一つの方便として人間学を批判に参照を求めずに位置づけられるかのようなふりをしてみよう。人間学自体がそのように誘っている。なぜなら1798年のテキストが批判を明示的に前提とすることなどないのだから。だとするとこのテキストは全批判期から追憶を受け継ぐだけで、批判期後の現在の体系の中にすっぽりと収まってしまうのだろうか。いずれにせよいくつかの主題がすでに立ち現れている。1、人間学的な思考は博物学的な意味で人間の本質を定義し、その定義の中に人間を封じ込めようとするものではない。我々はここで人間を探求するとはいえ、何も人間の自然的な在り方がいかなるものかを問うているのではないと、1770年代の講義草稿もすでに言っていた。しかし1798年の人間学は、この決心を一貫した方向へ断固たる意思へと転換する。自然の真理が到達点ではありえないことをあらかじめ見通した上で、その道を進むという方法であり、意思である。探索であることは人間学の真髄である。つまりそれはある相対を踏破しようとするのだが、その相対は一つの全体として与えられることも、自己自身のもとに安らうことも決してない。なぜならその相対は自然と自由が、使用イコール寛容。フランス語ではユサージという言葉が、その対義性の一区分化と重なり合う、において絡まり合うような運動の中に捉えられていたから、いるのだから。4. 従って記憶についてではなく、記憶をどう用いるかについて研究すること。人間が 何であるかではなく、人間が自分自身をどうするかを記述すること。この次第は、おそらく人間学的な考察にとっては最初から確信そのものであり、特異性の主張であった。ここで我々が人間を探求するのは、人間が自分自身をいかになすか、また人が人間をいかに使用することができるかを知るためである。講義草稿で定められたプログラムはこのようなものだった。1798年にはそれは二重に変更を被っている。第一に人間学はもはや人はいかに人間を使用するか、することができるかではなく、人は人間から何を期待できるかを探し求める。第二に人間学は人間が自己自身について成し得ることと、なさねばならぬことを規定することにある。言い換えれば、使用イコール寛容は差し詰まって技術的関心の水準から引き抜かれ、自己自身に対して断固引き受けられた義務と他人たちに対する敬意を払う距離という二重の体系の中に位置づけられる。すなわち得意であると同時に普遍的なものとして正式化される自由、そのような自由についてのテキストの中に位置づけられるのだ。3. こうして人間学の実用的な性格が定義される。講義草稿によれば、社会の中で一般的に使用される認識が実用的と呼ばれる。つまり実用的なものとは普遍的になった有用なものでしかなかった。1798年のテキストでは、それは成し得ることとなさねばならぬこととのつながりの特定のあり方となる。実践理性が提言名法の中でアプリよりなものとして保証していたこの関係は、人間学的な考察においては日常的な営みの具体的な運動の中で、すなわちシュピーレンの中で保証される。フランス語の自由に相当するこのシュピーレンの概念はとりわけ重要である。人間は自然の戯れであるけれども、その戯れは人間が演じ、人間自身が用いるものである。だから、例えば感覚のもたらす錯覚の中で人間が翻弄されることがあるとしても、それはこの戯れの犠牲者となるような仕方で彼自身が演じたからだ。そのゲームを討議し、何がしかの意図的な作為に基づいてやり直すこともできる。この場合には演技は技巧的な演技となり、彼が用いる見かけは道徳的に正当化される。つまり人間学は遊戯イコール玩具としてのシュピーレルの容疑性から
芸術作為としてのクンストの不確定性に至る。こうした人間の営みの次元において展開される。4、日常的な営みの書であって理論の書でも学校の書でもない。1780年代のアルテクストの中で その対立は明確に定式化されている。すべての人は二重の人間形成を遂げる。すなわち、1、学校を通じて、2、世間を通じて。この対立は弱まるどころか一層組織的になって、結局のところ学校の教えてしかない人間学講義において根本的な緊張を形作る。世界の歴史を要約する文化の進歩が自ずから世界の認識と実践に導く学校となる。世界とは当の世界そのものを学ぶための学校なのだから、人間学的考察の意義は人間形成に資するこの場に人間を位置づけるところにあるだろう。そのため人間学的考察は分析となると同時に分かち難く総合となる。その考察はまず、人間が世界を獲得するやり方、世界の認識ではなく世界の使用の分析、つまり人間がどのようにして世界の中に居場所を定めてその戯れの中に入り共演することができるのかの分析となるであろう。しかしその考察は同時に、世界が人間に対して強いる諸々の命令や規則についての総合、すなわち人間がそれに基づいて自身を形成し戯れを支配し戯れを理解するに至るような命令や規則についての総合ともなるだろう。したがって人間学は文化の歴史でもなければ文化の諸形態の分析でもなく、あらかじめ有無を言わせぬ形で与えられている文化の実践となる。この実践は人間に対して自分たちの文化そのものに世界の学校を認めるように教えるのだ。その限りで人間学はビルヘルム・マイスターと類縁関係のようなものを持つとさえ言えるかもしれない。というのも人間学もまた世界が学校であることをあらわにするのだから。しかしゲーテのテキストをはじめ一般に教養小説が物語に沿って語ることは、人間学はあくまでも現在においていやおなくその都度再び開始される日常的な使用イコール寛容の形式のもとで悪くことなく繰り返す。そこで時間が支配するのは現在の総合のことにおいてのことなのだ。ここまでが人間学そのものの水準で、人間学に固有の傾向を示唆するいくつかの目印である。講義総括を見ても分かるように、カントの人間学は本来自然と人間、自由と使用、学校と世界の分割を踏まえて展開されていた。今やそれらの二項の分割ではなく統一を認めるところに新たな均衡が求められるが、少なくとも人間学の水準ではこの統一が再び問題にされることはない。人間学が探索する地帯は、自由と使用があらかじめ寛容の相互性の中で結び合わされ、なし得ることとなさねばならないことが拮抗する戯れの統一の中で互いに属し、ある文化が与える諸々の指示によって世界が学校となるような地帯なのだ。今や私たちは本質的なものに触れている。人間学において人間は自然的人間でもなければ純粋な自由の主体でもない。そこで人間はすでに成し遂げられた諸々の総合の中に捉えられており、その総合によって世界に結びつけられているのである。しかし講義総考とは違って、1798年のテキストはこのように言うことができたのは、人間学の言説が批判の苦闘や言葉と決して無縁でなかったからではないだろうか。5、心と精神、カント哲学の本源的事実。したがって人間知としての人間学の中には何かしらの世界知が含まれている。世界知とは人間知であると1770年代の講義総考のある談笑も明言していた。1798年のテキストの序文も、世界に住まう人間すなわち世界市民を対象に定めていた。とはいえ、人間学は少なくとも最後の数ページまで世界に住む人間を、つまりこの宇宙にあまねく市民としての権利や義務や相互性や限界や交換を打ち立てる人間を特権的な主題として検討することはほとんどない。しかもこのような傾向は人間学移行の談笑よりも人間学の交換されたテキストにおいてずっと顕著なのだ。その分析の大半、すなわち第一部の分析のほとんどは、世界市民的な世界の次元ではなく内面的な心の次元で展開されている。そもそもこの点で、人間学はカントが百科全書的な編成に従って3つの批判の結びつきを示そうとした時と同じパースペクティブの中にある。実際、判断力批判の第一条論でカントは次のように言っていた。心の能力は総じて以下に挙げる3つのものに帰着する。すなわち認識の能力、快不快の感情、欲求の能力である。しかし人間学で問題となる心は、その探索にとって まさに第一義的な要素なのだとすれば、いくつかの問いを立てることができるはずだ。1、心についての研究はどのようにして世界市民たる人間についての認識を可能にするのか。2、人間学は心を分析し、3つの批判がその心の根本的で還元不可能な3つの能力に従って編成されるのだとすると、
人間学的な認識は批判的な考察とどのような関係を持つのか。3、心とその所能力についての探求はどのような点で心理学一般、それが合理的なものであれ、経験的なものであれ、特別されるのか。この最後の問いについては、人間学と純粋理性批判が直接答えてくれるように見える。だがそこで答えの全てが与えられているわけではない。周知のように純粋理性批判の純粋理性の建築術では、合理的心理学と経験的心理学が区別されている。合理的心理学は純粋哲学に従って形而上学に属するもので、ちょうど内観の対象が外観の対象に対置されるように合理的自然学に対置される。一方、経験的心理学は伝統的に長らく形而上学の一部とされてきた。それどころかこのところの形而上学の挫折を受けて、そこで解かれずに残っている諸問題の解決策は、むしろ魂についての経験的研究が扱う心理的な諸現象の中に潜んでいるのではないかとさえ考えられるに至っている。こうして心理学は制裁を書いた形而上学から分不相応な地位を奪ってしまった。しかし経験的な認識はいかなる場合にも純粋理性に立脚する認識、つまり完全なアプリよりの認識に原理を与えたり、その根拠を明らかにしたりすることはできない。だとすると経験的心理学は形而上学から切り離されなくてはならないだろう。そもそもそれは形而上学とは無縁なのだ。けれどもこの配置換えを直ちに実行することなどはできない。なぜなら自然についての経験的な学と対をなすはずと人間についての経験的な学の中に、すなわち人間の学の中に心理学の場所を確保してやらなければならないからだ。以上のように諸学の編成を抽象的に考えている限りでは全ては明快に見える。けれども、今日私たちが読むことのできる人間学はどんな種類の心理学に対しても全く場所を与えていない。それどころか人間学における心の探索が魂の認識をもたらそうとはしない以上、人間学ははっきり心理学を拒否するものとして提示されている。心理学に対するこの位置づけの違いはどこかから来るのか。A、形式の観点から言うと、心理学は内観と等覚を等価なものとみなし、両者の根本的な差異を見逃してしまう。しかし等覚が純粋な意識の一つの形式であり、したがって内容を持たず、我は思うによって定義されるだけなのに対して、内観は経験的認識の一つのありようを指し、時間という主観的な条件のもとで結びつけられた現象の相対の中で、私たちを自分自身に対して示すものである。B、内容の観点から言えば、心理学は嫌をなく変化と同一性についての問いかけに巻き込まれざるを得ない。絶え間ない変容をもたらす時間の中で魂は同じであり続けるのか。魂がそれ自身についてなす経験にとっての条件は、そして現象にとって必然的な時間の進行は、魂そのものを触発すると考えるべきなのか。言い換えれば、魂の現実性のすべては散逸する現象に尽きるのか。それとも非経験的な確固たる実体の中に控えているのか。これらの問いはいずれも単純で非物質的な一つの実体という形而上学的な概念としての魂と、純粋な形式としての我を思うと、内観に現れる諸現象相対との間の混同を、さまざまに異なった角度から示している。これら一連の人間学のテクストは、純粋理性批判の超越論的弁証論の直接的な影響下にある。人間学が告発するもの、それはまさに純粋理性の誤謬心理推理として解明された、不可避の錯覚なのだ。すなわち私は魂という特殊な対象を定義するために 何の内容を持たない私という単純な表象を用いるというわけである。だが注意すべきなのは、誤謬推理は合理的心理学にのみ関わり、経験的心理学には関わらないこと、またその内容が可能的な全ての経験の条件に依存する内観の生理学のようなものの余地が残されていることとことだ。さらに合理的な心理学は優別論と優心論から同時に逃れることを可能にし、私たちにそんな詩弁から離れて、実り大きい実践的使用に向かうように促す訓練としては保持されうるし、保持されねばならないという。だとすれば、たとえ人間学が心理学一般の諸形式を標的にしているように見えるとしても、それが実際に退けているのは、すでに純粋理性批判で告発されていたものでしかない。明言されてはいないといえ、人間学は何よりも合理的心理学に対して距離を取ろうとしているのである。それでは2つの残された可能性、経験的心理学と実践的使用に向けての訓練は人間学とどんな関係を持つのだろうか。これら2つの潜在性は人間学によってそのまま取り置かれて、人間学の隣に挙げた空き地の中に今後充填されるべきものとしてとどまるのか、それとも人間学に特有の運動の中で取り上げられるのか、あるいはまた人間学のプログラムの完成そのものによって廃棄され不可能なものとなるのか。少なくとも2つのことが確実である。まず一つは、人間学のテクストには分野訓練としての経験的心理学や合理的心理学をどこかよそに、人間学そのもののすぐ外や隣に位置づけうると思わせるようなものは何もないこと。つまり身近な外部性を示唆するものは全くないこと。しかし逆にまた、人間学のどんな要素もどんな説や章も、
超越論的弁証論で予見されていたような訓練として、あるいは超越論的方法論の高みから見て取られた経験的心理学としては提示されていないことだとすれば、諸々のパースペクティブが横滑りを起こした結果、人間学そのものが超越論的な訓練と経験的な認識を共に兼ねるものになったと結論付けるべきなのだろうか、あるいは反対に人間学はそれらの試みを実践不可能として以後一切に無用のものにしてしまったのだろうか。今や心そのものに問いかけねばならない。心は心理学の範囲に属するのか属さないのか、それは魂ではない。しかしまたそれは精神であると同時に精神ではない。目立たないとはいえ人間学の中に精神についての議論が現れていることは重要である。なるほど、そこでの定義はそっけないもので、多くのことは望めないように見える。精神とは人間のうちにある生き生きとさせる原理である、ありがちな一文である。さらにこの一文が取りに足りないものだと念を押すように、日常的な言い回しから次のような例が引かれている。ある種の話、ある種の書き物、ある種の社交界の囚人は美しいけれども精神がない。精神があるとみなされるためには人は他人の関心を引かなくてはならないという。しかも理念を通じて、そう述べてから少し避けて、関東は一連の指摘を再び取り上げ、それを全てたった一つの謎めいた定義のうちに結び合わせている。理念を通じて生き生きとさせる心の原理が精神と呼ばれる。言葉に立ち止まろう。私たちにとって問題となるのは原理である。記憶とか注意とか認識一般のような能力ではないし、ましてや判断力批判の第一序論が語るあの書力の一つでもない。さらには純粋理性批判の純粋な私のような単純な表象でもない。あくまでも原理なのだ。ではこの原理は構成的なものなのか統制的なものなのか、それが生き生きとさせると言われているのを重視するなら、そのいずれでもないというべきだろう。だとすると、心の中には経験にあるがままに支持されるその流れには、あるいはその潜在的な全体には、心を性に寄り添わせるような何か、しかも精神の厳然に関わるような何かがあるというのだろうか。隠して新たな次元が開かれる。心は単に有機的に組織されるのではない。つまりそれに備わったさまざまな力や能力によって積み分けられるのではない。判断力機関の第一条論で決定的に定式化されていたように見えた三部からなる大構造は、心にあって経験に現れるるものを全て組み尽くしてはいなかったのだ。あらゆる生き物と同様、心の持続は無方向な散逸の中に雲散無償してしまうことはない。心の流れには方向がある。それは内なる何かによって潜在的な全体性に向けて投げ出されるのだが、その全体性の中に囲い込まれてしまうこともないのである。この原理自体が何であるのか、実を言えば何一つはっきりと示されてはいない。とはいえ、私たちはいかにして生き生きとさせることができるか、いかなる運動によって精神が精神に性の継承を与えるかを把握することはできる。理念を通じてとテキストは言う。これは一体どういうことだろうか。感性にとっては対応する対象は全く与えられていないが、理性にとっては必然的にある概念が精神に性を与えることができるのはどうしてなのか。ここでは誤解を避けておかなくてはならない。心はそれにとっては根源的なものである時間的な散逸をくぐり抜けて、精神によって達成されるような全然化に向かって歩みを進めるのだと思われるかもしれない。心は遠く手の届かぬところにありながら、なお攻略を失うこの精神の厳然から生を受け取るのだと。しかしその場合には、精神はそもそも生き生きとさせる原理ではなくて、統制的な原理として定義されるほかはずだ。また人間学の全体が描き出す曲線は、世界に住む人間、つまりさまざまな義務や権利とともに、あの世界市民的な共同体の一員となる人間という次第ではなく、容赦のない主権によって人間を、そして世界を次第に追い尽くす精神という次第にいくつかはずだ。だとすると、精神の理念が心の経験的な多様性を統制し、心の持続にとっては不可能とされる感性を絶えず予約してくれるなどということはできない。だからあの理念を通じてという言葉は別のことを意味しているのだ。人間理性の自然弁証論の究極目的について土台された純粋理性批判の重要な一節では、理念がどのようにして精神の具体的な性を組織立てるのかが見て取れる。というのも、実際超越論的な仕様とその仕様が生み出さざるを得ない錯覚から解放された理念は、経験の充実の中で意味を持つのだから、理念は図式として構成的ではないにせよ、対象の可能性に向かって開かれており、この可能先取りする理念は、また明示的な運動によって事物の本性をあらわにするわけではないとしても、この本性をどのように探求すればよいかを前もって示してくれる。そして最後に、理念は宇宙の果てに至ろうとするのが認識の地平を超えたことだと示唆しながらも、経験的な理性がこの果てしない苦闘に真剣に取り組むように促す。言い換えると、経験から自分の働くべき領域を受け取りさえすれば、理念は無限の動態の中に精神を招き入れ、絶えずより遠くへ行こうとする運動を与える。しかしだからといって、精神は乗り越え不可能な散逸の中で失われることはない。こうして経験的な理性は決して空の上にまどろむことなく、理念によって無限と結びつけられて、可能的なものの次元に生きるのである。
その理念によって無限は経験的な理性に対して拒まれているのだとしても、したがって精神の機能は以下のようなものとなるだろう。心を組織して一つの生物と化したり、有機的な生命体の類比物としたり、絶対者したそのものの生としたりするのではなく、心を生き生きとさせ、経験的に規定されているからこそ自動的であるその心の中に諸々の理念がひしめき合う運動を生み出すこと、これらの理念の運動は生成する一つの全体性に備わった複数の多様性の構造に他ならず、あたかも精神の中でいくつも部分的な生命が生き死にするかのように自らを形作っては消え去っていく。だからこそ心は何者かであるのみならず、自分自身を何者かとなすものでもあるのだ。これはまさしく人間学が探求の領域として定めたものではないだろうか。その際、心が自分自身をいかになすべきかについては、理性をできる限り経験的に使用することが求められると復元しておけばよい。この使用は理念を通じて初めてできる限りのものになるだろう。批判において超越論的な新機能を生み出すとされた、まさにその運動が人間学においては経験的で具体的な心の性を継続させるのである。以上の議論からいくつかの帰結が導かれる。3、人間学が可能になるのは、心が現象的に規定される受動性にはとどまらず、経験の量で諸々の理念の苦闘によって正義を与えられているからである。したがって精神は心の中で脱弁証法化され、非超越論的な弁証法の原理となる。この弁証は経験の領域にあり、諸現象の戯れそのものと一体を成している。精神こそが心に可能なものの自由を開示し、諸々の規定を受ける状態から引き抜いて未来を与える。その未来がどうなるかはただ心そのものにかかっているのだ。B、結局のところ人間学によれば、経験的心理学や自然のレベルだけで展開されるような精神の認識などと成り立たない。そんなものはまどろんで正規のない死んだ精神、生き生きとさせる原理を持たない精神にしか出会うことはないだろう。つまりそれは生命を変えた政治学にしかならない。1798年の人間学の序文も証言するように、実用的でない人間学も理論的には可能であり、人間認識のうち一般体系の中で成り立つとされている。しかしその可能性は構造上の対称性を保つために示されているだけで、いざ認識の内容にまで立ち入るときには退けられる。単なる自然的な事実として記憶について研究することは無用であるばかりが不可能だというのだから。したがってこの件についての理論的に理屈をこねても無意味である。精神の現れとその現れとともに心を超越する自由と全体性の次元に従うなら、真の人間学は実用的なものでしかありえない。人間学においては事実の一つ一つが成し得ることとなさねばならぬことの開かれた体系の中に捉えられている。そもそもカントは実用的ではない人間学などは書きはしなかった。ならば精神は純粋理性批判の純粋理性の弁証法と方法論で話題に上ったあの謎めいた我々の理性の本性に関わるのではないだろうか。絶頂に達した批判をいきなり経験的なものの地帯へ、事実の領域へと送り返すようなあの不穏な概念に、人間はその領域で極めて本源的な受動性に運命づけられているらしい。超越論的なものは突然厄介払いされ、経験の条件は最終的に自然の現象的な不活性に帰着するように見える。しかしこの理性の本性はヒュームにおける人間知性の本性と同じ役割を演じているのだろうか。つまりそれは説明の出発点であり、還元の注釈点なのか。今は差し当たる理性、この理性の本性と人間学で記述される精神の具体的な性の間の構造的なアナロジーに注目しておこう。一方で、九段の本性は理性を経験的な使用から純粋な使用へと向かわせるにもかかわらず、それ自体には本源的な錯覚も原因も含まないという。そもそもそれは単純な自然ではないが、他方に人間学が描く精神の具体的な性もまた知圧的な運動によって正義を与えられており、そのために絶えず自らの振る舞いに欺かれる危険にさらされるのだが、とはいえ常に初発の無垢のままに自己実施を展開していく。この両者はいずれもいつ踏み迷い正体を失うかもしれないとしても、それぞれの運動を通じて全ての権利と全ての要求の最高法廷であり続けるのである。で、もしアナロジーに根拠があるとすると、人間学的な考察の外縁に描かれた精神はカントの思考の構造にとっては実は不可欠なものではないのかと問うことができるだろう。それは純粋理性の核心とでも言うべき何者かであって、超越論的錯覚の根絶不可能な起源であり、正当な故郷への回帰にあたって誤すことのない判断を下す裁判官であり、市民のさまざまな相貌が次々に立ち現れてくる経験的な領域における運動の原理でもある。だとすれば、精神とは本源的事実であるということになるのではないか。この本源的事実の超越論的なバージョンによると、無限は決してそこにはなく、常に本質的な退きの中にある。にもかかわらず、その経験的なバージョンになっては、無限は市民に向かう運動と市民の職業意識の尽きることのない契機に正規を与える。
精神は知の可能性の根幹にある。だからこそそれは認識の諸形象に厳然すると同時に不在なのであり、その厳然と不在とは分かち難い。精神とはこの退きである。それは目に見えないと同時に目に見える奥まりであって、この到達し難い距離の中で認識はその所在と実証性を得る。精神の存在はそこにはないのだが、まさにはそこにはないということにとって真理の場合が描き出すのだ。唯一で思考の構造を備えた根源的事実が影響している。批判の必然性と人間学の可能性を。6、鏡の中の反復、純粋理性批判と人間学。それでは批判と人間学という2つの考察の形式に共通らしいこの根本的な要素は、両者の間にどのような関係を可能にするのだろうか。実を言うと、批判と人間学は全く異なった水準に位置するものだから、その構造的な比較を企ててとも、一見あまり見込みがないように思われる。さまざまな経験的な観察を収める人間学は、経験の条件についての考察と触れ合うことはない。とはいえ、この本質的な際は、両者が無関係だということを意味するわけではない。一定の交錯するアナロジーに従うと、人間学は批判の根がらしきものであることが垣間見られるのである。A、人間学では総合と所有の関係は批判を転倒させたイメージで示されている。例えば主観性、この点について人間学的な考察は長い間躊躇していた。1770年代の抗議走行では、私という言葉は自分が自分自身にとっての対象となる可能性に結びつけられている。しかし私そのものがこの可能性の根幹にあるのか、それともこの可能性に基づいて対象化されたものなのかは明確ではない。批判はそれを決定する。私は決して対象となることのない総合の形式であると。ところが1798年の人間学のテクストでは、私はこの根本的な総合の機能として考察されるわけではないし、かといって単なる対象の身分に回帰するわけでもない。それはいきなり経験の領域の中に姿を見せ、一つの継承として定着すると、もはやそこから動こうとしないのだ。この私という発語は考えることから、私という発語は感じることから考えることへの移行を隠するものであるが、隠するものだが、とはいえ私はこの移行を担う行為者でもなければ、この移行についての単なる自覚でもない。それは総合する私の活動があらかじめ総合された継承として、つまり一時的であると同時に切り離し難く二次的でもある構造として現れる際の経験的かつ明示的な形式なのだ。この私という形式はいわば現実存在のアプリオリとでも呼べるようなものに属していて、人間に対して初めから与えられているというのではない。しかしそれが一旦現れて時系列に従う感覚的なものの多様性の中に位置づけられるや否や、この形式はすでにそこにあったかのように、すなわち思考にとって還元不可能な規定として示される。というのも、思考はこの系列系の継承が構成されていなければ働くことができないからだ。この私の中で思考は自分の過去を思い出したり、自分の同一性の総合を行ったりする。別の言い方をすると、批判にとっての認識のアプリよりは、人間学的な考察における現実存在のアプリよりに直接的に重なり合うことはないとしても、この認識のアプリよりが生成の厚みの中に現れるときには、その突然の出現は後から見ると必ずすでにそこにあったものという意味を持つのである。所有に備わる尊厳的な散逸については構造が逆になっている。実際、人間学のパースペクティブに従うなら、所有は決して不活性な多様として与えられはせず、主観の本源的な受動性を絶対的なものとして示すことも、さまざまな形式をとる総合する意識の能動性を要求することもない。人間学では所有に属する散逸はすでに還元されており、意識の目に見える仕事の外で行われるさまざまな総合によって密かに支配されているからだ。例えば知性の光でさえ常に解明できるとは限らない。不文明な知覚や表象の所要素の無意識な総合、あるいは空間の中に点在する島のように総合らしきものを描き出す探索の図式、またある感覚に他の感覚を代替させる感性の再組織化、そして最後に注意に基づく意識的な総合をのずから先取りするかのような感覚的効果の強まりや弱まり、批判では本源的に与えられていることだけを共通項にして、限りなく薄く広がる表面のように目指されていた多様は、人間学では思いがけぬ深みを持つことが明らかになる。そこで多様はあらかじめ集合なし組織され、仮初めであったり堅固であったりする総合の継承を受け取っているものとして現れるのである。認識にとって純然たる所有であるものが具体的な現実存在にとってそのまま与えられることはない。人間学にとって絶対的に本源的な受動性はそこにあることはないのだ。このように人間学における所有とアプリよりの関係は、批判が取り出したものとは逆の構造を持っている。認識の次元におけるアプリよりは、具体的な現実存在の次元においては本源的なものとなる。それは時系列の上で最初に来るわけではないうちにせよ、総合のさまざまな継承の契機の中に現れるようになや、すでにそこにあったものとして与えられる。
反対に認識の次元において純粋な勝利であってもな、具体的な現実存在についての考察において物言わぬ光によって照らし出されると、あらかじめ構成されたものとしての深みをあらわにするのである。 B 人間学が批判と同じ能力の分類に従っているけれども、そこで特権的なものとなるのは、能力が積極的な側面を見せる領域ではなくて、むしろその失調が、あるいは少なくとも迷いの危険が立ち現れる領域である。人間学が示すのは、諸能力の本性やその活動の従前のあり方というよりも、諸能力がその中心と正当な根拠から遠ざかり、非正当的なものの中に阻害され、己を失うような運動なのだ。確かに批判は予備学としての根本的なプロジェクトの中で、理性の超絶論的な仕様を告発し、解体しようとしてはいったけれど、それは各能力の実定的な領域に照らしてのことだった。人間的学的な探究の中では、各能力がありとあらゆる逸脱の可能性をはらんで、一定の道筋に従って追跡される。例えば、自己意識は経験の形式や限定され根拠づけられた認識の条件として定義されるのではなく、様々な形をとって常に蘇ってくるエゴイズムの誘惑として現れる。私ということの可能性は、意識の周囲に愛される私の幻影を立ち上らせ、そしてこの幻影が意識を魅惑する。その結果、意識は逆説的な反転によってどんなに重要なものであろうと、この一人称の言語を断念し、一個の我々という虚構に語形を変化させようとする。人間学における感性についての研究が、批判に見られた過小見かけと現象の大きな対立を再び取り上げているとはいえ、それが探索するのは、現象の中で根拠づけられているのは何かではなくて、見かけのきらめきの中で魅惑的だが儚いものとは何か、見かけはいかにしてきらめかせることによって覆い隠すのか、またいかなる場合に自分が隠すものを伝達するのか、伝達できるのかといったことなのだ。センシーの変調と病についての長い分析に、理性についての短い段落が続く。この心の病理についての考察が、メモや計画を通して次第に重要性を増していき、最終的に1798年のテキストで大々的に展開されるのを至るのを見るだけで、これらの否定的なものについての考察が人間学的な探究の力戦を成していたことがわかるだろう。批判が構成という根拠付けの活動を条件付けるものは何かを探索していたのに対して、人間学は、条件付けられたもののうち根拠を持たないものは何かについて、その一覧を作成する。人間学の主体には、脅かされることのない総合など存在しない。経験の領域は、その内側から危険によって掘り崩されるかのようだ。その危険は別に恣意的な行き過ぎからではなく、経験の中でおのずと起こる崩落からやってくる。可能的な経験を限界で続ける演習は、真理の領野と真理の喪失の領野を同時に定めるのである。C 最後に一つ重要な細部がある。講義総合のすべてとシュタルケが交換した比較的後期の講義録では、人間学全体のプランとして原理論と方法論の二部構成が取られている。1798年のテキストも同様に二つに分かれてはいるものの、そこでは教訓論と性格論となっている。内容や章の配列には結果として何の変化もなかったようなので、最後期になされたはずのこの用語変更にはことのほか驚かされる。原理論と方法論という区分は、批判の研究と一致している。批判では前者に認識の能力が、後者に認識の能力を可能的経験の領域においてどう行使すべきかを規定するものが割り振れられていた。人間学も一見同じモデルに従って組み立てられているように見える。まず心の有機的な全体性を形作る様々な能力を扱う原理論。続いて個人とか家庭とか民族とか人種とか人類においてこの能力の行使に関わる職責を取り上げる方法論。しかしそのような見通しに惑わされてはならないだろう。このテキストは批判の定める規範にかなうことを目指しているわけではないのだから。考察の最後の段階になって現れ、伝統的な区分にとって変わる教訓論と性格論という用語は、不思議なことにどんな意味上のつながりがあるのかよくわからない副題を伴っている。教訓論には人間の内面と外面を認識する仕方について、性格論には人間の外面から内面を認識する仕方について、こうして副題が追加されたのは人間学相対の構成が見直され、批判から離脱が図られたからなのだろうか。おそらくそうではないだろう。それはむしろおぼろげに何ら解明を受けぬまま、すでに人間学の主題となっていたものの発見だった。すなわち心の次元の探求が単に自己の内面の認識に向かってだけでなく、心を表現する外面的な形式における人間の認識に向かっても開かれているという、内面と外面の直接的な関連の発見である。なぜ直接的かといえば、この探求はのずとそれ自身から溢れ出して、限界まで至るとか対象領域を拡大するとかいったことなしに、内面の認識と外面的な認識の形式を結びつけるからだ。批判の対照的な構成を維持しようとして、原理論という用語を受け入れていた限りでは、心の分析やこの分析自体について能力の探求、つまり能力の潜在性や可能的なものの根幹の次元における探求というイメージしか持つことができなかった。
その真の意義が明らかになってようやくこの探求は内面に関係する以上は外面についても語られねばならず、人間がさまざまな可能性を用いる際にはその現れに関わらざるを得ないことを理解する。批判では条件、能力の次元における可能的なものと構成されたもの現象の次元における現実的なものが区別されていたけれど、人間学ではそれらが切れ目なしに連続したものとして与えられるのだ。能力の秘密は現象のきらめきの中で明らかにされ、能力はそこで自分の真理と自分の盗作の真理を同時に見出す。一人称の発話の例に見られるように、使用が乱用となる場合、そして現象によって盗作を告発された能力は、自分を自分に見つめつけておくことが義務であるという根本的な真理に嫌おなく呼び戻される。だからこそ人間学第一部の各説はどれもおぼろげな三拍子を刻むのだ。まず、諸々の可能性の根幹にある能力、そして次に現象の中で見出されて見失われ、翻訳されて裏切られる能力、最後にしっかりと自分自身に結びつけられる能力、例えば自己意識とエゴイズムと実際の諸表象についての意識、あるいは本源的な発見の能力としての想像力と、夢の中で幻惑され難破する想像力と、言葉に結びつけられて死の形を取る想像力、さらには熱烈に欲望する能力と、情熱の前貸しという心理と最高善との結びつき、能力の減少に対する関係は同時に現れでもあり、失意にさえ向ける冒険であり、倫理的な中退でもある。まさしくここで私たちがすでに人間学にとって本質的なものと指摘した、成し得ることとなさねばならぬことが分節化されるのだ。だから人間の内面とともに外面を認識する技術が原理論ではなく、教訓論とされるのも当然である。それは教え、指示を与えることなしに発見することはないのだから。一方、性格論は諸々の現象の集、もろもろの現象の集合、身体、夫婦、人種、人類が決して固定的で閉じられた予見ではないことを明かしている。それらの集合は、むしろ一見不動とも映る諸現象の真理から現象に意味と運動と与え、現象の根幹にあるもろもろの可能性へと繰り返される。つまり、それは記号から能力に立ち返り、人間の外面から内面を認識させるのである。長い間、カントの思考を支配してきた批判のモデルに、それをネガのように反復する新たな分節が取って変わる。根拠についての理論は可能的な現象の全てにわたる処方となる。本来これがコツが方法の目的だった。逆に方法についての理論は諸能力の本源的な核に向かって遡る分析となる。これが原理論の意義だった。鏡の中に反転される複製、認識のアプリよりが定義される地帯と現実存在のアプリよりが確定される地帯とは影も近く、影もまた影も遠い。条件の次元で言われることは、本源的なものの形式のもとでは、道とともに意図して現れるのだ。7、源泉領域限界、超越論哲学への通路。この遠く隔たった近さが明らかになるにつれ、批判と人間学の間にどのような関係が成り立つのかという問いも一層差し迫ったものになる。とりわけ重要なのは2つのテキストである。1つは先に心理学に関して参照した純粋理性批判の超越論的方法論の一節。もう一つは論理学に見られるいささか謎めいた指示である。1、純粋理性の建築術。純粋哲学、批判を予備学として包摂するものには人間学の場所は全くない。感覚のあらゆる対象の総体として自然を考察する合理的生理学の中には合理的物理学と合理的心理学しかない。一方、経験的哲学の広大な領域では2つの領域が一対をなしている。すなわち物理学と人間学であり、この校舎の中にさらに限定された建物として経験的心理学が収められる。一見したところ、純粋哲学と経験的哲学の間には厳密な対照性はない。物理学についてはすぐに対応がつけられるにしても、内観と人間存在が問題となるとになるとそうはいかないのだから。心理学とは違って、人間学は経験的なものの側にしかない。だから人間学が純粋な認識に関わる批判によって指図されたり管理されたりすることはない。ニュートン物理学を樹立し立証するのに批判的考察が必要とされなかったのと同様、純粋理性の建築術が予定していた場所に人間学を構築する際に予備的な批判に訴える必要はない。したがって批判が人間学の形式と内容に影響を及ぼすことはできない。2つの考察の形式には接点はないのだ。そもそもこういったことは全て人間学そのものが暗黙のうちに確証していることではないだろうか。そこで予備学としての批判が呼び出されることは全くない。また2つのテキストの対応は容易に読み取れるが、明示的に示されることも考察の対象とされることもない。この対応は人間学とテキストの横糸をなすとはいえ、テキストの中に埋もれたままなのだ。
だとすると、それは単なる事実、構造的な所要として受け取るべきもので、そこに意図的に準備された配置の実現を見てはならない。2. 論理学、周期のように、純粋理性批判の超越論的方法論は3つの根本的な問いかけを挙げている。第1に、私は何を知り得るか。この自然的な問いには理性が満足すべき回答が批判で与えられている。第2に、私は何をなすべきか。この問いは実践的な問いである。第3に、私は何を望み得るか。この問いかけは理論的かつ実践的なものだ。批判的思考の変遷の中から突出し、ある程度まではそれを支配してさえいたこの三重の問いは、論理学の冒頭にも見られるが、しかしそこでは決定的な変更がなされている。人間とは何かという第4の問いが現れるのだ。この問いは先行する3つの問いの全てを1つの参照項の中に包摂しまとめ上げる。というのも全ての問いがこの問いに関係づけられなければならないからだ。それは形而上学と道徳と宗教とか、人間学の中に含まれなければならないのというに等しい。3つの問いかけを人間学の次第に転換するこの唐突な運動は、思考の中の断絶を明かしているのではないだろうか。哲学することはただ人間認識の中でだけ展開されうるように見える。まさにそのために人間学は純粋理性批判の中で割り振れられていたような大幅に経験的な身分をもはや持たない。なぜなら人間学はもはや哲学的な認識の編成の中でも最も経験的な仮想ではなく、今は哲学的考察が問いの中の問いの高めに達する地点とされるのだから。しかし用心しなくてはならない。性急に批判哲学の超越論的な決意がここで断絶していると告発したり、カントはこの次元で自分の古くからの懸案にようやく取り組む などだと、新発見をうんぬんしたりすることのないように。ではまず、私は何を知り得るか、私は何をなすべきか、私は何を望み得るかという3つの問いが、人間とは何かという第4の問いに関係づけられるとはどういうことなのか。この関係は認識や客観に対して持つものなのか、それともその認識や主観に対して持つものなのか。というのも、論理学のある箇所では認識は第一に客観への関係、第二に主観への関係という二重の関係を持つと言われているからである。別の言い方をすると、これらの3つの問いにおいて人間はすでにおぼろげながらも対象だったのだろうか。すなわち、これらの問いは人間に向けて開かれており、その前に立たされた人間はそれぞれ別の言語で求められていた答えを思いがけない形で与えようとしているのか。それとも反対に、むしろ3つの問いそのものが問われなくてはならないのか。つまり、これらの問いの能力に直接答えることはせず、これらの問いを新たなコペルニクス的展開によって人間を中心に据える本源的な重力の中で立て直さなくてはならないのか。人間はこれらの問いによって問われているのは自分自身だと当然のように思い込んでいたのだが、あらゆる欲求を排すためには、実はその人間こそがこれらの問いを自分自身に関係づけながら問わなくてはならないというのだろうか。ただ、この検討を始めるにあたって次のことは明記しておこう。つまり、私たちの知る人間学は決して人間とは何かという第4の問いに対する答えであろうとはしないこと、そればかりかこの問いを経験的な次元でできる限り広範に展開しようともしないこと、そもそもこの問いが立てられるのはもうしばらく後になってから、しかも人間学の外部で、必ずしも人間学には属さないパースペクティブの中でだった。つまり、カントの思想にあって哲学することの全体が編成される時点、論理学とオプスポストムムのにおいてのことだったのである。論理学とオプスポストムムのという2つのテクストにおいて、人間とは何かという問いに対して与えられた答えに照らして、そこから立ち返って人間学の意味を理解してみよう。オプスポストムムのうち、1800年から1年に書かれた一群のテクストは、超越論哲学の区分に関して神と世界と人間の関係を繰り返し定義している。その時、論理学のテクストで私たちの目に断絶とや発見と映ったものは、哲学的考察にとっての根本的な問いかけが、その厳密な限界と最大限の広がりにおいて把握し直されたものであることが明らかになる。オプスポストムムのある談章は次のように明言している。超越論哲学の3区分、神、世界もしくは宇宙、道徳的存在としての人間の私自身けれども、この3つの概念は予定されたある体系の3つの要素として均質な平面の上に並列されているわけではない。というのも、第3項は単に相対を編成する3つの部分の1つではなく、媒介項として中心的な役割を果たすのだから。人間というこの第3項は、神と世界がそこでそれによって統一されるような具体的で活動的な単位である。神、世界、そしてこれらの概念を統一する存在としての人格としての人間。オプスポストムムの談章があくまでも試みに書かれたものであることを考慮に入れた上で、必要に繰り返される主題を通じて、本源的な統一を持つ努力と表裏一体となって現れている文章を見て取らなければてはならない。人間における人間による神と世界とのこの統一とは一体何なのか、それによってどんな総合が、あるいはどんな作用が想定されているのか、
それはどんな水準に位置づけられるのか、その水準は経験的なのか、それとも超越論的なのか、本源的なのか、それとも根本的なのか。A、いくつかのテクストに従うならこの統一は思考の行為そのものであるらしい。人間が世界と神に統一を与えるのは人間が思考する主体、つまり世界を思考し神を思考する主体として主権を行使する限りだという。媒介項とは判断する主体、思考する世界存在、人間のことである。B、従って統一という行為は思考の行う総合そのものである。しかしだからこそこの行為はその起源となる能力をもとにして次のように定義されることもある。神と世界、そしてその双方を思考する人間の精神、あるいはまた同様にこの行為が持つ唯一の形式である判断の形式に即して考察されることもある。あたかも神、世界、人間の共存のあり方とその根本的な諸関係が伝統的な論理学の体制に属する判断の構造をそのままなぞるかのように、つまり主語、述語、形実の三複対が神と世界と人間の関係の形式を定めるのである。その時人間は形実ないしつながりとなる。宇宙に関わる普遍的な判断において動詞でエーテルであるに相当するものとされるのだ。 C、 だから最後に人間は普遍的総合として現れる。神の人格性と世界の客観性が合流する地点、また感性的な原理と超感性的な原理が合流する地点に現実的な統一を形作る総合である。こうして人間は媒介者となり、そこから出発して一つの絶対的な全体が描かれる。人間から出発することによってこそ絶対は思考されうるのである。回答なのか、あるいは解決なのか、いや、これらのテキストをそんな風に受け取ってはならない。それらはむしろようやくたどり着いた超越論哲学の地で歩みを進めようとする思考が可能とみなし、自ら試みたいくつかの道なのだ。この新たな大地で地形を測定しようとするときはいつも人間についての問いかけが出現する。世界と神についてのあらゆる問題系はこの問いかけに関係づけられねばならないのだ。しかしこうして関係づけを求められた人間についての問いは絶対的な参照項というわけではない。この問いによって解放された思考が安定した基盤をもたらすことはないのである。そもそも人間とは何かという問いの内容が本源的に自立したものとして展開されることはない。というのも人間は初めから世界に住まうものとして定義されているのだから。人間は確かに世界に属する。従って人間についての考察はそのまま円環を描いて世界についての考察に送り返される。とはいえここでは人間についての学は自然認識の一つである。といった博物学的なパースペクティブが問題なのではない。問われるべきは人間という動物を諸現象の水準で捉えて定義する様々な規定ではなく、自己意識と我ありの展開などだ。つまり自己自身を対象と なす運動の中で自己を触発する主体こそが問われなくてはならない。我ありとは空間と時間のうちで私の外部に、私の前に一つの世界があり、私自身が世界存在であり、私はこの関係と感覚、知覚をもたらす機動力を意識しているということである。人間としての私は私自身にとって外的な感覚対象であり、世界の一部である。世界は我ありの折り目の中に見出される。つまり世界は私の運動の継承であり、私はこの運動を通じて対象となって経験の領域の中に場所を獲得し、そこに自分が帰属すべき具体的な体系を見出すのである。こうして明るみに出された世界は、自然、ピシスでもなければ、諸法則が支配する宇宙でもない。またこの発見に先行し、それを可能にしたのが、純粋理性批判の超越論的分析論と関連論に対する論爆であったとしても、厳密に言うとこのオプソ・ポストムの談笑で問題になっているのはそれと同じ世界ではない。というよりもここでは世界という言葉の意味が異なっているのだ。関連論に対する論爆では外部の諸物は内的経験の形式たる時間の規定の条件とされていた。ところがオプソ・ポストムでは世界は経験一般の客観的な内容として私の規定に付随するものとされる。この世界は空間において共に留まること、居座ること、持続するものによって規定されるのではなく、一つの全体の湾曲によって描き出される。この全体の湾曲こそが世界を存在させるのだ。それは私の経験の眼前に広がるというよりは、私の経験を包み込むのである。世界はもはや時間限定に対応するのではなく、私の感覚規定によって前提とされる。世界はすべてオールの開けの中に与えられるのではなく、全体がそれ自身のうちに折り返される屈曲において現れるのである。この世界について語るのは容易なことではない。世界は世界を閉じようとする湾曲において完成するのだが、こうして完成した世界は言語から、つまり言語にとって第一義的な形式である手術の関係づけから排除されるように見える。実際オプスポストムのあるテクストは人格性を神の術語として語っているけれど、その神と対象をなす世界の術語をどうするかというところでつまずいてしまう。それゆえにこの術語は空白のまま、言語以下の次元にとどまることになる。
なぜなら全体としての世界はあらゆる種術関係を超え出ており、おそらくあらゆる術語の根幹にあるのだから。とはいえこの世界には構造も意味もないというわけではない。それを宇宙と対比することで超越の哲学において世界が持つ意味を確定することができるだろう。1. 宇宙と違って世界は現実的な存在の全てを包み込む現在的な体系の中に与えられている。世界が現実存在を包み込むのは世界が現実存在の全体性の概念だからであり、また同時にこの現実存在が世界を出発点として現実性を具体的に展開するからだ。この二重の意味は相対という言葉自身に含まれている。世界の概念は現実存在の相対である。世界は現実存在の根幹であり、現実存在を内包することでそれを引き止めるとともに解き放つ源泉なのである。2. 宇宙は定義上唯一のものである。反対に世界は複数であり得る。世界は複数であってもよい。というのも宇宙は可能的なものの統一であるのに対して世界は現実的な諸関係の一つの体系であるからだ。一旦この体系が与えられると諸関係は別用ではありえない。しかし別の諸関係が別用に定められるような別の体系を考えることは決して不可能ではない。言い換えれば世界は必然的なものの開かれた空間ではなく必然性の体系が可能になる一つの領域なのだ。 3. しかし世界は複数であり得るという仮定がどれほど正当でも、実際には世界が唯一しかあり得ないことは認めざるを得ない。世界は単一でしかあり得ないかもしれない。なぜなら可能的なものは所有の顕在的な体系から出発して初めて思考され得るのだから。また世界の複数性は現存する世界と経験に与えられ得るものから出発して初めて姿を見せるのだから。世界とは全ての可能的な感覚対象の全体である。別の複数の世界、その世界は事実上領域に過ぎないが、考えられるのはこの世界を超え出ることはできないという不可能性と、この世界の境界を限界として受け入れなければならないという過酷な必然性が存在するからなのだ。こうして世界は現実存在の相対という意義を取り戻し、相対の概念に合致する源泉、領域、限界という三重構造として現れる。オプスポストムにおいて人間が自己自身に対して現れる場としての世界はまさにこのようなものだった。ここで論理学のテキストを私たちが置き去りにしてきた時点から改めて取り上げてみよう。つまり私は何を知り得るか、私は何をなすべきか、私は何を望み得るかという3つの問いが人間とは何かという問いに関係づけられた時点から、この最後の問いもまた安定したものではない。つまり自ら描き出し問いかける塔の空虚の上にとどまってはいない。人間とは何かという問いが発せられるやいないや、他の3つの問いが生まれる。いや、むしろ地に対して3つの命令が発せられる。それと同時に人間学の問いは具体的な指示を与えるものという性格を持つことになる。したがって哲学者は以下のことを規定できなくてはならない。 1. 人間の地の諸源泉。 2. 全ての地の可能かつ有用な使用の領域。 3. そして最後に理性の諸限界。人間の問いかけから分子するこれら3つの指示は何を意味し、何に関係づけられているのか。容易に見て取れるのは、これら3つの主題が最初の3つの問いを取り上げ直すと同時に、オプスポストムで現実存在の相対の根本的な構造といわれるものをすでに素描していることだ。実際、人間の知の諸源泉を定めることで、私は何を知り得るかという問いが内容を得る。知の可能かつ有用な使用の領域を定めることで、私は何をなすべきかという問いに対して、どんな答えがあり得るかが示唆される。そして理性の諸限界を定めることで、何を望むことが許されているかという問いが意味を持つのである。したがってひとたび内容を種別化してみると、人間とは何かという第4の問いには基本的に最初の3つの問いと異なる意味はない。だから3つの問いが最後の問いを参照するといっても、それらが最後の問いの中で消えてしまうわけではないし、それらを超えているような新たな問いかけに帰着するのでもない。そうではなくて、人間学の問いは単にそれに関係づけられる最初の3つの問いを繰り返すのだ。ここで私たちは人間学的批判的反復の構造上の根拠に直面している。人間学は批判が語ることしか語らない。そもそも人間学が批判の企てと全く同じ領域を扱っているのは1798年のテキストに目を通すだけで明らかである。けれども、この根本的な反復の意義は、反復される言葉や反復する言語の水準ではなく、この反復の向かう先に求められなくてはならない。つまりオプスポストムで現実存在の相対を特徴づけるものとして問題になっていた源泉、領域、限界からなるあの三部構造の解明に、この3つの概念は論理学で第4の問いを種別化する主題と、オプスポストム初中の裁判例のテキストで全体としての世界の概念に意味を与えるものとに共通している。これらの概念こそが人間についての問いかけが構造上いかに世界を問うことに属するかを規定するのである。しかもその規定は三批判を支配していたのと厳密に同じ3つの問いを繰り返すことによってなされる。言い方を変えると、すでに批判的思考の横糸であった源泉、領域、限界という3つの概念は必要にとどまり重圧を加え続けた末に、
ついに現実存在の想定が問われる根拠と水準に至る。そこで初めて等の3つの概念がそれ自体として姿を表すのだ。最も表層的な水準では3つの概念は人間についての問いかけと世界の意味についての問いかけに共通の形式として示されている。しかしこれら3つの概念はそれらがようやく定式化される超越論哲学の水準ではおそらく全く異なった射程を持つはずである。諸物の現実存在を必然的、本源的に形作っているものは超越論哲学に属する。ところで諸物の現実存在にとって必然的、本源的なのは私たちがすでに知っている現実存在の相対の根本的な構造である。豊かな源泉、確固たる領域、厳密な限界こそが全てオールではなく全体、ガンツとしての現実存在の全体に必然的、本源的に分かち難く属している。こうして人間と世界の関係の根本形式が明らかになる。世界がその住人に過ぎない人間によって統一されていた限りではこの関係は円環の中で際限なく堂々巡りを続けるように見えた。オプスポストムのアルテクストは次のように言ってはいないだろうか。世界の中の人間もまた世界についての地に属する。しかしこれは自然認識の水準にある逆説に過ぎない。超越論哲学の水準に至るとこうした逆説はすぐに断ち切れて一定の相関関係が明るみに出る。この相関関係によって現実存在の全体は自分に何が必然的かつ本源的に属するかを定義するのである。1、地の源泉としての世界は多様として与えられる。この多様は感性の本源的な受動性を示している。しかし世界が地の無尽蔵な源泉なのはまさにこの本源的な受動性が統一の諸形式と精神の自発性から切り離されない限りのことである。世界が源泉なのは受動性と自発性の根本的な相関関係があり、この相関関係以上に遡ることができないからだ。2、あらゆる可能的な術語の領域としての世界は決定論の支配下で緊密に連関したものとして与えられる。この連関は判断する主観による諸々のアプリような統合に帰着する。したがって世界は自由に向かって開かれた根本的な能動性に関わる限りでこういう領域となる。だからこそ人間が世界に属すとは言っても義務を果たす人間までそこに属すわけではない。3、可能的な経験の限界としての世界は理念の超越論的な使用を一切排除する。けれども世界が限界なのは一方で理性が本性的に全体性を超え出ようと努めるからであり、他方で思考が本性的に限界そのものだからである。この限界の概念には抜き難い両義性があっていとも簡単に突破されてしまう境界と常に近づいているのに結局決してたどり着けない到達点を共に指し示している。この両義性は次の断片によく表現されている。単一の体系のうちに私の上なる神、私の外なる世界、私の内なる人間的精神があって万物を捉える。源泉領域限界という3つの概念が覆う考察の領野の広がりがわかるだろう。この3つの概念はある意味で感性、知性、理性という純粋理性批判の三部構成に重なり合っている。またそれは純粋理性、実践理性、判断力についての各批判の仕事を改めて一言で定式化するものであるするものでもある。さらに哲学することを活気づける先行する3つの問いも反復し、他のすべての問いが関係づけられる人間についての問いかけに三重の内容を与えもする。しかしこのようにして一連の三部構成を一つ一つ取り上げ直し反復すること自体によって源泉領域限界という3つの概念は一連の三部構成を根本的なものの水準にもたらし体系的な区分に変えて超越論的な相関関係を編成するのである。こうして以下のことが明らかになる。世界が源泉なのは単に感性的な能力にとってのことではなく受動性、自発性の超越論的な相関関係に基づくこと、また世界が領域なのは単に総合する知性にとってのことではなく必然的自由の超越論的な相関関係に基づくこと、さらに世界が限界なのは単に理念の使用に関してのことではなく理性、精神の超越論的な相関関係に基づくこと、かくして複数の相関関係からなるこの体系の中で真理と自由相互の超越が根拠づけられるのだ。人間とのは何かという第四の問いがカント最晩年の思考のエコノミーにおいてどのように位置づけられていたかが分かるだろう。カント最晩年の思考とは批判的であるがゆえに必然的な予備的な考察から超越論的哲学の完遂に向けて移行する思考のことである。人間学の問いは独立の内容を持ってはいない。一旦明確化してみるとこの問いは人は何を知るか、人は何をなすべきか、人は何を望み得るかという最初の3つの問いを反復するものに過ぎない。しかしこの反復は直接的間接的に能力の区別から借り受けられていた三部構成を人間と世界の諸関係に関わる3つの概念の働きに置き換えた上でなされている。この人間と世界の諸関係は自然認識の水準における内在的なものの間の経験的で円環的な関係ではなく必然的ではあるがゆえに根源的な
相関関係である。この相関関係の中で互いに切り離すことができない諸々の超越が事物の現実存在の根幹から展開されるのである。人間とは何かという問いには批判の分裂をその根本にあるまとまりの水準に立ち返らせる意義と機能がある。このまとまりはある構造に属するものであり、その構造こそがあらゆる能力よりも一層根本的な次元で、ついに解き放たれた超越論哲学の言葉に委ねられるのだ。8、体系的大衆的。しかしながら私たちはまだ道半ばにいる。というより人間学の正確な所在地へ、つまり人間学が誕生して批判的思考の中に差し込まれる地点へと導いてくれるはずの道を、私たちはすでに行き過ぎてしまった。まるですでに完成され、超越論哲学を実現するに至った批判の観点なしには、人間学は可能ではなかった。しかもその可能性は根本的なもので単なるプログラムではない、かのように。けれども問題はまだ残されている。人間とは何かという問いは、論理学では優れて人間学的な問いとして提示される。それに対してオプスポストムでは、同じ問いが最初から神と世界についての問いかけに結びつけられ、この水準で従前に展開されるものと考えられる。まるでこの問いが人間学という特異な領域に属したことなどなかったかのように。論理学があらゆる哲学的な問いかけを集約するものとして人間学に参照を求めたのは、カントの思考におけるささやかなエピソードに過ぎなかったように映る。そんな普遍的な意味などを求めない人間学と、人間についての問いをはるかに根本的なものにする超越論哲学との間のエピソード。構造的に言ってこのエピソードは必然的だった。それは移行のための通路だったからこそ移ろいやすいものだったのだ。したがって1798年のテキストと批判の関係は逆説的である。一方で批判は人間学を予告し、経験的哲学の中にその場所を確保しているが、人間学は批判も批判が用意した編成原理も参照しない。だが一方で人間学はまるで自明のことのように批判の提起する大きな分説とすでに通例となった諸能力の区分を再び取り上げている。しかし暗黙のうちに常に参照されていると言っても、批判が人間学の根拠となるわけではない。人間学は批判の仕事を踏まえてはいるけれど、批判に根ざしてはいないのだ。人間学はおのずから枝分かれして、その根拠となるべきものへ向かう。もはや批判ではなく超越論哲学そのものへと向かうのだ。これこそが人間学の経験性の機能であり、横糸なのである。今やこの経験性そのものを追跡してみなくてはならない。人間学の歩みを前もって定めておいたおかげで、私たちはおそらく人間学がいかにして批判に対して終焉的であると同時に、批判を完遂しようとする考察の諸形式にとって決定的なものとなり得たかをよりよく理解できるはずである。人間学によるとこの著作は体系的であると同時に大衆的なものだという。この2つの言葉を掘り下げることで、人間学に固有な意味を解読することができるだろう。大衆向けの助言や教訓談や実例の水準で批判を反復しながら、カントの思考を密かに根本的な考察へと向かわせる人間学の意味とは何なのか。1、人間学は体系的である。とはいえそれは人間について知り得ることを全て言い尽くすからではなく、認識としてまとまりを持った全体を構成するからだ。問題は全てではなく一つの全体なのである。ところでこの全体性の原理は人間そのものに求められるのではない。つまりこの全体性の原理は世界に結びついているゆえに、あらかじめまとまりを備えた対象である人間、再現のない調査の苦闘と辛抱強い付き合いを通じてようやくその本性を探し当てることができる人間ではない。人間学が体系的と言われるのは、そのまとまりを批判的思考が示した全体から借りているからなのだ。教訓論に収められた3編がそれぞれ3つの批判を反復する一方で、性格論は人類の生成と到達不可能な諸目的への歩みを扱う歴史論を改めて取り上げる。ここに、そしてここだけに人間学の編成原理は存在する。この反復がどのようになされるかを見定めるために一つ例を挙げよう。感性の弁明と題されたテキストでは、直感と知性の関係が再び取り上げられている。しかしこの反復は同じことの繰り返しではない。人間学ではこの直感と知性は常におぼつかない契機の中にある。長く不安定な労働の次元において関係づけられている。感覚に与えられる多様は秩序づけられたものではまだない。知性がやってきて多様の中に秩序を持ち込まなければならない。秩序をもたらすのは知性なのだ。秩序が与えられる前に判断するのは誤謬のもとである。逆に以上のような契機と関係が引き延ばされてもいけない。時間の流れの中で後からくよくよと思い悩んだり、キリのない反省の中に落ち込んだりしても誤謬は忍び込みうるのだったから。要するに諸夜が欺くことはない。しかしそれは諸夜がよく判断するからではなく、判断だと全くしないからだ。判断は時間の中で時間の尺度そのものによって真理を形作るのである。批判において時間は直感と内観の形式であり、所要に備わった多様性はすでに作動している構成的な能動性を通じて示されるだけだった。時間は多様をあらかじめ我は思うの統一によって支配されたものとして示していた。反対に人間学における時間は乗り越えることのできない散逸につきまとわれている。というのもこの散逸はもはや所要と感性的な受動性のものではないからだ。
むしろそれは総合の活動が自分自身に対して示す散逸であり、総合の活動に戯れのような色合いを与える。多様を組織しようとする総合の活動はその活動自体から時間的にずれる。だからこの活動はどうしてもケーキの形を取り、誤謬と惑わしに満ちたあらゆる横滑りを生じさせてしまう。凝りすぎる、試作し損なう、狂わせる。批判の時間が本源的なもの、本源的な章から本源的な総合までの統一を保障し、それまでに現の次元で展開されていたのに対して、人間学の時間はいつの領域に埋め付けられている。なぜならそこでは時間によってもろもろの総合が散逸し、バラバラになってしまう可能性が絶えず回帰するからである。時間の中で時間を通して時間によって総合がなされるのではない。時間が総合の活動そのものを蝕むのだ。しかし時間はまた総合の活動を触発する。ただしその触発は現象的な受動性を示唆する所要のようにではなく、総合の能動性が完全な規定を与えうるという過程や担保を取り払う、時間そのものに払われた可能性に従ってなされる。というのも、誤謬の可能性が誤謬を回避する義務と自由とに結びつくからだ。総合の活動を触発する者はこの活動を自由に向けて開く。総合の活動を限定する者がまさにその限定自体によってこの活動を無規定な領域の中に置くのである。批判において時間は総合の能動性に対しては透明だった。その活動は構成的であるゆえに、それ自体としては時間的ではなかった。人間学において容赦なく散逸をもたらす時間は諸々の総合の活動を不文明で不等価なものにする。こうして時間は規定の主権を技法と呼ばれる実践の辛抱強く脆く妥協に満ちた不確定不正によって置き換えるのだ。技法はその発生後、凝りすぎるふりをする、気取った とともに、人間学に繰り返し現れる用語の一つであり、また最も翻訳しにくい用語の一つである。これらの用語が支持するのは何らかの技芸や技術ではない。そうではなくて、何かが与えられるとき、必ず人間の企てという危険にさらされるという事実が支持されているのだ。人間の企てが立ち上げられるとともに危険が根ざすのだが、その企ては全く同時に危険を避けるために自由意志に訴える。技法とはある意味で本源的な受動性の否定である。しかしこの否定は多様に備わる初期規定に対しては自発的であると同時に、主要に備わる健康さに対しては作為として理解されるし、そう理解されねばならない。技法の役割は現象の上に現象にこうして見かけ、過小を打ち立てるとともに、見かけに現象の充実と意義を与えるところにある。技法は自由という形式のもとで見かけと現象を相互に打ち消す力を持っているのだ。本源的な受動性に埋没したもっと深い層も、また感染的所要のうちで最も本源的なものも、同じようにこの自由の働きに対して開かれている。感染的直感の内容は作為的に見かけとして利用されるし、この見かけはまた意図的に現象として利用されるの だから、こうして道徳的な世界の中での記号のやり取りにおいては、感覚的な内容は仮面に過ぎないことも嘘の危険に役立つこともあり得る。けれどもそれはまた危険の中の危険、価値を伝達する洗練された形式、そして単なる見かけの姿をとった真摯な現象ともなり得るのである。したがって感染的なものの底辺にあって、所有のものの全域はすでに住み着いて、全域にすでに積みついている技法は、否定の権能、意図の決定、交換の言語という3つのやり方でその主権を行使する。時間は総合の活動の統一を蝕み、ひび割れさせ、多様に直面させて、その総合の活動が無時間的な主権の中で自分自身を取り戻すことを決定的に不可能にしてしまう。しかしまさに それゆえに、総合の活動は自由に向かって開かれる。この自由こそ行使されるべき否定であり、与えられるべき意味であり、設立されるべき交通なのである。この危険な自由は真理の労働と誤謬の可能性を結びつけながら、そうすることによって真理への関係をもろもろの規定の支配下から逃れ出させるのだ。批判において根本的なものとされていた時間と主観の関係に、人間学における時間の技法に対する関係が呼応している。批判では主観は時間の中で規定されたものとして自己意識を持つと考えられていた。この乗り越えがたい規定は外部世界の存在へと送り返されるけれど、この外部世界の関係づけによって内的な変化の経験が可能になるのだという、つまり時間とそれが示唆する本源的な受動性とあらゆる認識の原初の明けを活気づける、この関係づけの根幹にあったのだ。人間学では時間とそれが規定する散逸とは、この関係づけの織りなす組成の中で真理と自由とが互いに属していることを示す。批判から人間学へと反復されているのは同じものではないだろうか。時間は関係づけを秘匿するとともに開示する。この関係づけは原初の明けであり、同様にかつ同時に真理と自由のつながりでもある。このつながりはまた超越論哲学の特権的な主題であり、人間とは何かというオプスポストムの枠なき疑いに正規を与える問いかけともなるだろう。そして批判で関係づけが表象の構造を通じて読み取られたのと同じように、
人間学では真理と自由のつながりは技法の苦闘と危険を通じて解読される。人間学は体系的である。なぜなら人間学は批判の構造に即し、それを反復するある構造を備えているからだ。とはいえ、批判が受動性と自発性の関係の中に置かれた規定として飾ったものを、人間学は決して終わることもなければいつ始まったわけでもない時間的な算一に沿って記述する。人間学が扱うものは常に既にそこにあるのだが、決して従前な形で与えられてはいない。人間学にとって最も重要なものは、どんな場合にも遠くからまた高みから時間によって包み込まれている。だからといって起源の問題が人間学にとって無縁だというのではない。それどころか人間学は起源の問題に真の意義を返してある。その意義は最初にあるものを明るみに出し、ある瞬間として特定するところにはない。そうではなくて、すでに始まってはいるけれども、決して根幹にあることをやめない時間の横糸を再び見出すことが重要なのだ。根源的なものとは、実際に最初にあったものではなく、真に時間的なものである。それは時間の中で真理と自由が互いに属するところにある。誤った人間学というものがあり得るだろう。実際私たちはその例を知りすぎるほど知っている。誤った人間学はアプリオリなものの構造を始まりの方へ、事実上あるいは権利上の次元の方へずらそうとする。カントの人間学が私たちに教えてくれるのは別のことである。人間学は批判のアプリオリを本源的なものにおいて、すなわち真に時間的な次元において反復するのだ。2. 体系、こうした体系的な根を持っているにもかかわらず、人間学はまた大衆的な著作でもある。この著作では、それぞれの読者が実例を見出すことができる。これはどういうことだろうか。ここで問題になるのは、何らかの内容上の特質、経験的な分析や大衆的なものでしかありえない。でも、何らかの形式上の特徴、大衆的でない認識も分かりやすい衣をまとうことができる。でもない。論理学のあるテキストでは、この大衆性という概念がどんな身分を持つものであるかが示されている。大衆性とは、認識にとってはそういうものでも飾りでも表現のスタイルでもなく、完成だというのである。認識の真に大衆的な完成、大衆性は専門的で学校的な完成とは異なる。とはいえ、それと相入れないわけではない。逆である。しかし大衆性はそこに何かを付け加える。というのも、学校的な認識の言説の中では、証明が一面的でないと言い切ることは決してできないけれど、大衆的な認識には逆に全体へ、網羅的なものへ向かう言説が求められるので、一面的なものになる恐れがなくなって、完全な洞察が可能になるからだ。だから大衆的な認識に固有の特徴は、スタイルの特殊性よりも証明の仕方にある。その論法が学校的な知よりも優れている、あるいはそれと違うというのではない。その真理も学校的な知の真理と変わりはない。しかし大衆的な認識は、雑多なものの突き捨ての多様性のうちに全体が与えられているという確信をもたらすので、そこで与えられる様々な証明は一面的な認識を与えることはない。人間学が意図していたのは、まさにこれである。読者は自分が全体を見渡している完全な洞察と思えるからこそ、新たな実例をいくつでも見つけることができるのだ。とはいっても、大衆性は真理の現象的な形式、その最も初々しく最も素朴な形式というわけではない。認識が大衆的になるには、世界史と人間知に、すなわち人間たちの概念や趣味や成功についての認識に依拠しなくてはならないという、大衆的な認識のさまざまな務めを定めるこの論理学の一文に見て取れるのは、他のある人間学の定義そのものではないだろうか。言い換えれば、人間学という対照的な形式を取った著作は、人間と世界についての知である限り、それ自身に依拠する。対照的な認識であるとともに、対照的なものについての認識である人間学は、自分が存在するために必要なものを自分自身の中に織り込んでいるのだ。この円環をほどくことなく、与えられたままに受け取らねばならない。それも、この円環が与えられていれば、すなわち言語において、というのも言語においてこそ、言語を語る可能性と言語について語る可能性が同じ一つの運動の中に存在するのだから。一般的な言語の寛容は、実例の尽きることのない源泉である。この実例のおかげで、読むことによって書かれたものを基地で身近なものへと絶えず展開し続けることができる。読者が自分で実例を見つけられるから、このテキストは大衆的であるという。それはつまり、作者と講習の間に共有された日常言語の規定があって、この日常言語がそのままいきなりページの余白の始まるところから書物を語り継ぐことができるということだ。大衆的な認識としての人間学がそれ自身に依拠できるのは、人間学が共通の言語を語りながら共通の言語について語り、それを内側から照らし出そうとするから なのだ。人間学は、人間自身が即座に理解し、再認し、果てしなく拡張できる人間についての認識である。なぜなら、人間学と人間は共に無尽蔵な同じ一つの言語のもとに置かれているのだから。大衆的でないテクストと違って、人間学が語彙を確定し正当化しようとはしない。逆に、人間学は一般に使われている言語の全体を受け入れて、それを決して問題に付そうとはしないのだ。そこで、テキストの横糸、経験的で導きの意図となるのは、ある主題についてのさまざまな言語的形式を組み尽くし、それぞれの正確な意味と現実的な領域の広がりを定めようとする辛抱強い努力に他ならない。18世紀、心の病の分類にあたっては、単純、馬鹿、愚者、アホ、イカれた男、
無分別といった用語は錯誤に基づく無意味な表現として退けられるのが常だった。それらは皆疑わしい伝承に従う単に曖昧な大衆の寛容から来るものとされたのである。だから以上の一連の用語は捨てられ、自然の中に広がる現実の論理的な分説をよりよく写し取るとされた別の合意体系に置き換えられた。ところがカントにとっては昨年のような言葉こそが分析の支えであり土台でさえある。カントにおいては人間たちの言葉の増殖を自然の物言わぬロゴスに従って支障づけることなど問題にはならない。言語が屈曲を見せるところには必ず何らかの意味の特殊な現れがあるという前提に立って、この言語の全体を捉えることこそが重要なのだ。日常言語がバカと愚かとアホとの間に見出す際は、博物学者たちが立てる妄質と妄想の示唆と同様に十分に妥当するし意味を持っている。人間学の水準には錯誤した言語もまして誤った語彙も存在しないのである。ある意味で人間学とは概要表現の総合的研究のようなものだ。そこではどんな出来合いの言い回しにも真剣に取るべき重みがある。何かが言われた時にはいつかいつも何かが考えられている。だから問いかけ、耳を傾けさえすればよい。正確な知性、熟練した判断力、深遠な理性としばしば言われるのはどうしてだろう。そこには何か本質をつくものがないだろうか。退屈な会話と気を紛らしてくれる人の間では、どんな真剣なゲームが争われているのか。何事も金次第と言われるとき、一体何が意味されているのか。それから、あるとあらゆる道徳観の寛容表現。これは習俗や人間関係において、ちょうど言語における出来合いの言い回しに相当する。礼儀作法の規則、流行の風俗、社交上のエチケットや習慣がこれにあたる。その全てに然るべき根拠があるのだ。とはいえ、その根拠は人間の実践以外の何かに由来するのではないし、遠い過去に隠されているのでもない。ユダヤ人がどうして事業に才覚があり、それを好むかについての注意を除けば、人間学には歴史的説明は見られない。寛容表現の意味は常にアクチュアルなのだ。言語と実践の意図を手繰り、その双方をじっくり検討し、経験界の区画割り見えたものに即して相互に付き合わせるときに初めて、寛容表現が言わんとするところがわかるだろう。人間学とは意味がはっきりしていたりいなかったりするこの出来合いの言語の解明である。その出来合いの言語によって人間は事物の上に、また人間同士の間に、好感度相互性と物言わぬ理解からなる網をひっくり広げる。この網を通して形を取るのは、精神の共同体でも、自然全体の所有でもなく、世界の中にある人間のあのと普遍的な住処なのである。だから人間学は表現と経験の特定の体系に根ざしている。つまりドイツ語の体系に。なるほど、カントは外国の習慣を分析したり、多言語のコーパスを取り上げたりして、この所有の領域を乗り越えようとはしている。またその限界を破るために、自分の経験の中で最も個人的なもの、すなわちケニヒスベルクを利用しているのも確かである。行政上の中心地であり、大学と商業の町であり、海陸の交通の要所だったケニヒスベルクは、世界市民としての人間の全体を理解しようとしたカントにとって、いつも多くのことを教えてくれる場所だった。とはいえ、人間学の総体が、地理的にも言語的にも限られたある領域の中で展開されていることに変わりはない。それは事実の上でも権利の上でもこの領域と切り離せない。人間学とは構成されたものであると同時に包み込むものでもある記号の体系の中で、その記号の体系についてなされた考察なのだ。学術と哲学の領域でラテン語が普遍性を担う言語ではなくなりだして以来、近代ヨーロッパの諸国語が使用されるようになっていったが、これらの諸国語を用い理解する人々は、自分たちが口にする言葉が普遍的な意味を持つことに疑いはしなかった。ラテン語の権威は実際に使われている国語のもとに埋もれてはいたけれども、まだそれに飲み込まれてしまうことなく、密かに息づいていた。ある国語で言われたことに純然な交換価値があることを保証していたのは、このラテン的な権威だったのだ。批判において、カントが細心の注意を払ってラテン語との対応を逐一記しているのに、よく示されているように、彼の主張の普遍性も暗黙のうちに認められたラテン的な権威と深く結びついている。このラテン語の参照への参照は体系的で本質的である。カントは純粋理性批判でドイツ語を使用しなければならないことに、障害と制限を感じていたほどだ。だからこそ母国語でぴったりした表現を見つけるのに困った時は、もや話されていない学術的言語に訴え、その言葉が長い間に転用されてしまっている場合には、あえて本来の意味にまで立ち返るという学問の歩みを妨げないためには、いたずらにゲルマン語を洗練させるように、ラテン語を用いた方が良いというのである。確かにラテン語への参照は人間学でも批判と同じぐらい頻繁に見られる。しかしそれはもはや本質的なものではなく、単に参考や目印としての価値しか持たない。ラテン語への参照はあるときは意味の両義性を示すために用いられる。
レシットとシューワーが契約と申告を意味することもあれば、容易なと困難を意味することもあるように、またある時は分析を学術的な伝統の中に位置づけてくれる。乱心、錯乱、妄想、妄失の対象のように、そして最後に批判の水準と人間学の領域の体系的な章を定めるためにもラテン語が参照される。しかし人間学の仕事の本領と思考の道筋はラテン語を介することなく、ドイツ語表現の体系が持つ力点に従っている。例えばメランコリアという語は憂いの真の意味には関わらない。憂いの意味を知るためにはドイツ語の系統字に通ってみなければならない。一方で明敏さや軽はずみなどの系列があり、他方に真摯との間に微妙で分かりにくい対比がある。これ以外の例としては占い、予報、予言など言に関わる言葉の領域もあるだろう。そして何よりも極めて複雑な一大系統が控えている。すなわち施策の系統が、同義語や反同義語が広がる砂浜のような表層では、施策は真や技法の観点から区別される創造の様々な形式を支持する言葉と隣り合っている。発見する、見出す、見つけ出す、暗出する、考え出す、創作するといった言葉がそれだ。しかし垂直軸に従って精神の諸能力の系統をたぐるときには、まず最初の一般的な水準に観念を生み出す能力が見出される。それに続くのは生産的な想像力に従って観念に形を与える能力、すなわち造形する能力である。この生産が精神の力と趣味によって導かれるところに講義の文芸が生じるが、これは読まれるものでも聞かれるものでもあり得る。そして最後にこの芸術が厳かな叱るべき陰分に至ったときに初めて教義の詩が成立するのだ。しかしいずれの水準においても詩は対立の中に置かれているので、自らの厳密な意義に立ち返らなければ阻害されて別物になり、詩ではなくなってしまうかもしれない。感性を知性に優先させる雄弁術や無法にとどまる写生画や精神の力を欠いた陰分まがいに出してしまう危険があるのだ。こうして詩を取り巻く複雑な網は、それと類言関係を持つ言葉の領域の全体を見渡すことによって同定され明確化される。こうして明るみに出される諸々の能力や力の構造が分析の導きの意図となるのではない。それらの能力や力が浮き彫りにされ明らかになるのは、日常的な用法の中で以前から張り巡らされていた言葉の網目を通じてなのである。確かにカントがあれこれ表現の混乱を批判することはあるだろう。しかしその場合にもカントは言語的寛容の中で既に存在している区別の側に立って、その区別を不適切として使用せず、請求に造語する者たちを告発している。哲学的な考察がこうしてラテン的な普遍性から離脱することは重要である。この離脱によって哲学的な言語はある所有の国語を自らの起源の地とし、探索の領域とすることができるようになる。哲学的言語は特定の言語と結びついているからといって意義の相対化や限定を受けることは何にしても、そこでなされた発見は特定の言語的な領域の中に位置づけられる。哲学的な意味と国語の諸々の意味作用との間のこの関係は、やがてドイツ思想において決定的に重要なものになるが、人間学ではまだそれ自体として考察の対象になってはいない。とはいえこの関係は絶えず活用されている。人間学的な経験の地は心理学的というよりもずっと言語学的なのだ。しかしそこで国語は問われるべき体系としてではなく、むしろ人が最初からそのうちに置かれているような自明な知恵として与えられている。やり取りの道具であり、対話の担い手であり、潜在的な相互理解である国語は、哲学と非哲学に共通の領野である。両者はまさに国語において対決する。いや、むしろそこでこそ通じ合う。だからこそ、カント流の共演が存在する。人間学には解釈といささやかな社会の形に対する根強い関心が見られる。重要なのはまず会話であり、その会話でやり取りされるもの、やり取りされるべきものである。社交界は各人がつながりつつ主権を保ち続ける場として、威厳を持った社会的、道徳的モデルにまで高められる。何より語らいが価値あるものとされる。語らいとは、あるものと他のもの、もしくは居合わせたもの全員の間で生まれ、そこで完成されるものだ。つまり人間学の観点からすると、モデルとなる集団は家族でも国家でもなく、食卓を囲む集いなのである。実際この食卓を囲む集いは、それ独自の規則を守っている時には、普遍性の個別的なイメージのようなものではないだろうか。そこでは透明で共通の言語によって、全員が全員と関係を持っている。誰も自分が特権的だとか孤独だとか感じることはなく、話をするものもしないものも皆語られる言葉の主権に共通に預かるのである。言語にはたまたま遭遇した出来事を言語化する語りと、判断同習と判断の修正とからなる議論と、言葉による言葉についての自由な戯れとしての冗談の3つの大きな機能があるが、食卓を囲む集いではそのうちのどれもが無視されてはならない。これらの機能が小さな集まりでならではの運動のリズムに従って入れ替わり立ち替わり支配しなくてはならないのだ。最初に出来事の目新しさ、ついでに普遍的なものをめぐる真剣さ、最後に戯れの祈り、アイロニー、
会話の内容について言えば、それが、まあ、会話が持つ構造の法則を滑らかで しなやかな連続性を尊重しなければならない。誰もが自由に意見を言っていいし、自説にこだわって話を変えてもいい。とはいえ、その自由は決して他人から乱用や強制として受け取られてはならない。こうして規則にかなった言語の知恵では、諸個人が力や権威の介入も断念や譲渡もなしに複数の自由を分節化し、一つの全体を形成する可能性が成立する。一緒に食事をする者の共同体では、話すことによって彼らの自由が互いに出会い、自ずから普遍的なものとなる。各人は自由でありながら全体性の形式の中にある。もはや私たちは人間を世界市民として研究するという人間学冒頭の約束に驚く必要はない。心の分析に専念するこの著作は、その約束を保護にしているように見える。しかし実は、人間学において、人間が世界市民なのは、人間が何らかの社会集団や制度に属するからではない。そうではなく、ただ単に人間が話すからなのだ。言語のやり取りの中でこそ、人間は具体的普遍に到達すると同時に自らそれを完成する。人間が世界の中に住むとは、大本源的な意味で言語の中に留まるということなのだ。だから人間学が明らかにする真理は、言語以前にあって、言語によって伝達されるべきものではない。この真理はずっと内的で、ずっと複雑なものだ。それは交換の運動そのものの中にあり、この交換こそが人間の普遍的真理を完成するのだから。先ほど本源的なものが時間的なものそのものとして定義されたのと同様に、今度は本源的なものはあらかじめ存在する秘められた秘密の中にではなく、もっと目につきやすい交換の軌跡の中にあると言ってもよいだろう。言語はこの交換の中で現実性を獲得し、完成し、再発見するのであり、人間もまた同じようにそこで人間学的な真理を展開するのである。旧人間学の1、したがって人間学は批判を参照して体系的に構想されており、この批判への参照は時間の問題を経由している。一方、人間学はまた大衆的な性格を帯びていて、その考察はある所有の言語の内側に位置づけられている。そして人間学的考察が所有の言語を改良することなく透明なものにするのは、この言語の特殊性自体が普遍的な意味作用にとって正当な誕生の地であるからだ。だから人間学のパースペクティブにおいては、真理は相互の時間的な散逸を通じて、また言語と交換の運動の中から姿を現す。そこで真理が現象的な形式を生み出すことはない。真理が構成されるアプリよりの諸経験も、所有のものとの衝突もそこにはないからである。すでに過ぎ去っている時間と、すでに話されている言語の中に、つまり流れ行く時間と決してゼロ地点において与えられることのない言語体系の中に真理が見出すのは、人心の本源的な形式とでも言うべき何かである。すなわち言語とは、真に時間的なものと実際にやり取りされているものの運動の経験を通じて生まれる普遍的なものなのだ。だからこそ、心を内観の形式において捉える分析は、人間的普遍としての世界市民にとっての処方箋ともなる。私たちはすでに人間学的考察が批判を反復すること自体によって、どうして超越論哲学の移行の契機となるかを見てきた。この反復がいかにして移行の構造と機能と価値とを持つのかを理解するのはたやすい。確かに批判は純粋に経験的な水準で反復されるのだが、その反復はここでは真理の諸々の総合が、つまり経験の領域における必然的なものの構成が、自由の知恵において、個別の人間を普遍的な主体として承認することにおいて現れるようにしてなされるのだから、人間学は純粋理性批判を経験的な水準で反復するけれど、その経験的な水準ではすでに実践理性批判が反復されている。だとすれば、必然の領域はまさしく明法の領域でもある。したがって人間学は本質的に実践的なものと理論的なものが互いに交錯し、覆い合う要への探索となる。それは同じ場所で同じ言語で認識のアプリよりと道徳的明法を反復する。人間学はこうしてその経験的な言葉の運動に従って自分自身が理論的に要請してきたもの、すなわち超越論哲学に行き着く。その超越論哲学の中で、真理と自由の関係がその根拠にまで遡って定義されるのである。別の言葉で言えば、人間学的批判的反復は人間学そのものでも批判でもなく、根本的な考察にこそ依拠する。その根本的な考察に対して人間学は反復されるものの一貫性も、反復を根拠づけるものの深さも持ってはいない。だからこそ人間学はこの反復にとっては移行的に過ぎないが、必然的な契機なのであり、逆説的とはいえ、本質的であれはゆえに生産され、消え去らざるを得なかったのだ。超越論的哲学は人間学によって開かれながら、しかし直ちにまさにこの明けによって人間学から解放される。超越論哲学はこうしてそれに固有な水準において人間学が必要にあらわにするような迫った問題を展開できるようになる。この問題こそ真理と自由の帰属の問題である。オプスポストムにおいて幾度も取り上げられる神、世界、人間の大きな三分法で問題にされているのは真理と自由のこの関係なのだ。
神は人格性、すなわち自由であり、人間と世界にとっての絶対的な源泉である。世界はそれ自体で完結する経験的事物の全体、すなわち真理であり、また乗り越えることのできない領域である。人間と神と世界の、人間は神と世界の総合であり、この両者は人間において現実に統一されるのだが、しかし人間は世界に対してはその一住民に過ぎないし、神に対しては限界づけられた一存在に過ぎない。ここでは真理と自由の帰属はまさに有限性という形式の中で定められていることがよく示されている。こうして私たちは他ならぬ批判の根幹に置き直される。私たちは知的直感の拒否を根拠づけるものの水準にいるのである。けれども、神、世界、人間というこの3つの項は根本的な関係に置かれるや否や、現世領域、世界、限界という3つの概念を再び作動させる。すでに見たように、この3つの概念はカントの思想を編成する力であり、その必要に持続する底音であった。この3つの概念は哲学することと批判の双方によって、双方にとって本質的な3つの問いをおぼろげに采配していただけでなく、人間学の内容を明確化するものでもあった。今やこの3つの概念が存在論的な源泉としての神と、現実存在の領域としての世界と、有限性においてそれらの総合を図る人間についての問いに超越論的な意味を与えるのだ。神、世界、人間についての問いの支配が核も普遍的で、核も変幻自在で、核もやすやすとあらゆる分割を侵犯する以上、私たちはおそらくこれらの問いから出発することで、批判から人間学へ、人間学から超越論哲学へのつながりを以下のように理解することができるかもしれない。自動性と自発性の諸関係に問いかける批判はアプリよりを問い、源泉の概念に連なる諸々の問いの体系を提起する。時間的なサイエンスと言語の普遍性の諸関係に問いかける人間学は、本源的なものを問い、すでに与えられてある世界、つまり領域の問題系の中に位置づけられる。真理と自由の諸関係を定義しようとする超越論哲学は、根本的なものの主体に位置するものであり、有限性すなわち限界の問題系から逃れられない。おそらく源泉、領域、限界というこれら3つの概念の回帰には、それらが根本的なものに根付くことまで含めて、概念上の運命に、すなわち現代哲学の問題系に結びつく運動を見て取らなくてはならないだろう。ここで現代哲学の問題系というのは、あの散逸のことである。弁証法的な混同であろうと、現象学的な混同であろうと、およそどんな混同も還元する権利を持たないあの散逸は、あらゆる哲学的考察の領野を、アプリより本源的なもの、根本的なものに従って分かつ。カント以後のあらゆる哲学は暗黙のうちにこの本質的な分割を乗り越えることを目指すだろう。この分割を反復することによって根拠づける考察を返さない限り、そんな乗り越えなど不可能だということが明らかになるまでは、人間学とはこの混同が絶えず再生し続ける場所に他ならない。その名で呼ばれようが他の人のもとに隠されようが、人間学はあるいは少なくとも人間学的な水準の考察は哲学を阻害しようとし続ける。根源的なものには従って、また人間学的な分析にはアプリよりと根本的なものの中間の的な性格があるので、哲学内部のエコノミーにおいて不純で非反省的な混合物として機能しうるからである。だから人間学にはアプリよりの特権と根本的なものの意義が、また批判の予備的な性格と超越論哲学の完成した形式が共に託されることになるだろう。さらに人間学は必然的なものの問題系から現実存在の問題系へといつの間にか移行し、条件の分析と有限性についての問いかけを混同し続けることになるだろう。いつの日かカントから現代に至る哲学史の前提はこうして保持されてきた混同の観点から見直さなくてはなるまい。まさしくこの混同を告発することから出発してである。このような哲学の領域の構造解体を現象学がたどって奇跡はほどまずまだと感じさせてくれたものは他になかった。なるほど、論理学研究が明かしているように、フッサールのプロジェクトは当初アプリよりなものの自体を本源的なものについての考察による応領のさまざまな形式から解放しようとするものだった。とはいえ、本源的なものはそれ決してそれ自体解放の地とは なり得ないので、無媒介な主観性としての本源的なものから逃れようとする努力は結局のところ受動的総合と、すでにそこにの厚みの中にあるものとしての本源的なものに送り返されてしまった。現象学的還元は超越論的と錯覚されたものに向かって開かれただけで、期待された役割を果たすことなどできなかった。つまり批判的考察なしで済ませ、それに取って代わることは できはしなかったのだ。フッサールの思考はある時期カントの追憶を振り払おうとしてデカルトに参照を求めたけれど、それでも諸々の構造の不均衡を隠せなかった。こうして根本的なものの地帯に向かういかなる明けも、世界と世界内の問題系を正当化し、それに意味を与えるはずのものに導くことができなくなってしまうと、もはやこの世界と世界内の問題系は経験的なものとして担保されるほかはなかったのである。あらゆる現象学的な心理学は現存在分析についてのさまざまな変装まで含め、その色褪せた証言に過ぎない。
しかし私たちは何という盲目の中に戻るんでいたことだろうか。哲学することの本来的な分説が新たに、しかも一層争いがたい形で一つの思考の中に現れていたのを見ずに済ませてきたとは。もっともこの思考は、自分がケニヒスベルクと中国人の血脈を保ち、この老人に忠実であり続けたことをはっきり自覚してはいなかったのかもしれないのだが、おそらく鉄槌を振るいつつ哲学をすることが何を言おうとするのかを聞き取り、諸行とは何かを初々しい眼差しで見つめ、英語回帰の中で私たちのもとに何が回帰してくるのかを理解しなければならないのだろう。その時初めて私たちは見て取ることになるだろう。すでに遠い昔のものとなった文化においてアプリよりと本源的なものと有限性についての考察だったものを、この思考が私たちの世界において本来的な仕方で反復していることを、まさしくここに哲学の終わりを思考していたこの思考の中に、今の哲学する可能性と新たな厳粛さの呼びかけが損している。10、人間学的錯覚と20世紀の哲学。問題はまだ一つ残っているのだが、それを解くためにはカントの思考の運動自体はあまり助けにならない。その問題とは人間学的、批判的反復における経験性についてのものである。経験性へと向かう究極はアプリよりから根本的なものへと歩みを進めようとするあらゆる考察にとって本質的なものと考えられるべきなのだろうか。その時人間についての学、あるいはむしろ人間についての学が可能になる経験的な領域は、哲学が哲学自身へと向かう工程の中に組み込まれて良いことになる。あるいは経験性の中に内容と法則を見出すことなく、諸々の本質に関わるような人間学が、つまり直感だけが豊かさと生命をもたらすような人間についての考察が考えられるのだろうか。その時には経験的なものは単に実例としての価値しか持たず、認識の形式そのものを定義することも損なうこともないはずである。カントの人間学はこの点について明快な答えを与えてはくれない。確かにそれは単なる経験的な実例集かもしれない。しかしまさに実例集であり、恐縮局のごときものであるからこそ、人間学を分割する反省的な運動は他所から来て他所へ去っていくのだし、この認識が自ら扱う経験的な領域にどう依拠するかを正確に定義することもできないのだ。人間学には二重の関連の体系がある。それは一方で批判的考察と超越論哲学に、もう一方で18世紀後半にとりわけドイツで展開された人間学的な探求の長大な系列に連なっているからである。カントの著作が人間学的なテキストの歴史と影響関係の網の中に占める位置を正確に見定めるのはかなり難しい。それには2つの理由がある。1つにはカントの思想が同時代の哲学科学、とりわけ生理学と医学に対して影響を及ぼしたからであり、また1つには人間学の交換が遅れたために40年ほどしてシュタルケが利用したような学生のノートや講義録がすでに流布していたからである。そのため人間学よりずっと以前に交換されたものの中にも、陰に日向にカントの思想を参照するテキストが数多く見られるのだが、その類似を前にしてどちらがどちらに影響されているのか、どちらが先行していたのかを決定するためには、観光年にばかり頼っているわけにはいかないのだ。この複雑な網の中で導きとなるのは以下の3種類の指標だけである。1、カントの参照が明示的に現れたテキスト、例えばイートの人間学研究、ベルン1794や、シミットの経験的心理学、イエナ1791、それからフェラントのマクロビオティックがこれにあたる。これらのテキストが全てカントを参照していることはすでに指摘をしておいた。付け加えるべきものとしては、プラトナーの人間学の第2版や、明らかにカントの影響下にあっていくつかの仕事がある。例えばケルナーの論文、批判哲学の原理に基づく有機的力の定義である。に、反対にカントが実際に知っていて人間学の中で用いたと考えられるいくつかの先行テキストがある。こうしたテキストの筆頭は、テーテンスの人間本性とその発展についての哲学的思論や、プラトンなどの人間学初版1772、そして言う番でもなくバウムガルデンの経験的心理学1739である。カントが書き込みを加えているこの経験的心理学は人間学の導きの意図となっている。2つのテキストの構成上の類似は極めて目につきやすく、節ごとに対照できるほどだ。しかし、ただしこの種の構成は18世紀の心理学では古典的なもので、その起源ないし決定的な確立の時点は おそらくボルフまで遡ることには注意しなければならない。それだけではない、バームガルデンの経験的心理学が提供する図式を人間学は練り直している。一時的表象と付随的表象の区別は人間学では二重化されて、一時的及び二次的な表象と主要表象と付随的表象からなる体系をなす。同様にバームガルデンによる占いと予言の分析は、カントにおいてはより詳細に予報と占い、予言に区分されている。3、最後にいくつかのテキストにおいては、まず間違いなくカントの作品の発展そのものに影響を与えていることが指摘できる。
人間学の決定校に見られる変更や追加のいくつかは当時出版されたばかりのテクストに由来するからだ。例えばカントがシュミットの経験心理学、経験的心理学を読みそれを使ったことは疑いを入れない。人間学移行のノートやシュタルクによって交換された講義録には人間学的な考察の補助や支えとなる経験的な原子論についての言及は全く見られない。1798年のテキストで初めて世界の歴史、電気、演劇、小説といった参考資料が列挙される。ところが1791年にシュミットは魂の経験的な研究の参考資料に一節を割いており、そこに挙げられているのが歴史と電気、性格論、悲劇と喜劇、小説なのである。しかしもっと重要なのは、当のシュミットが人間についての学を3種類に区分していることだ。すなわち人間と内面と内観に現れる全てのものを扱う心理学と、人間の外面と身体を扱う医学的人間学と、内面と外面の相互関係を研究する本来の意味での人間学である。ここにカントが1791年以降に人間学の2つの部に付したあの副題の起源を見ずにいるのは難しい。18世紀末にはこのように経験的な認識が巨大な網目を張り巡らせて人間学の領域を形作っていた。この領域の相対とカントのテキストの間には明らかに類縁関係があるのだが、今のところその関係の時間的順序や相互的影響の序列を確定することはできない。しかしながら当時人間学という一つの学を作り上げるという主張とともに出現したこの経験的認識の領域が一般にどのような意味を持っていたかを問うことは今からでも可能である。人間学という用語の運命はまだしもその語形自体は早くも16世紀には定まっていた。しかしここではその用語の考古学には立ち入らずに置こう。それよりこれら18世紀末に現れた新たな人間学はデカルト主義的な人間の学に対してどのような意味を持っていたのだろうか。1.18 世紀初頭、人間学の初期のプロジェクトは一軍の具体的な学問上の難題と結びついていたように思われる。今日往々にしてあまりにも性急にデカルト主義的機械論への批判と呼ばれているものは、当時の人々にとっては彼らが抱え込んだ認識上の新たな苦闘を理論的な言葉で表現する際の一つの表れでしかなかった。一般的にこの頃人間の身体の機能についての探求は概念の水準で起こった極めて重要な二重化の契機になっていた。自然ピシスの統一が疑問に付されることはなかったとはいえ、その統一の内部で身体にとっての自然的なものが物体にとって自然的なものから剥離しようとしていたのだ。人間において自然的なものは自然の一部であっても物理の一部ではないというのである。そこから時に相矛盾するような概念の奇妙な工作がいくつも生じるけれども、それらの工作は全て物理学的な知と諸々の身体についての知とピシス自然の知との間に秩序を立てることの困難に起因するものだった。ボルフは自然学を自然認識の最も一般的な形式として保ちながら、身体についての学である生理学をそれに属するものと位置づけしていた。逆にカントは生理学の中に自然についての経験的認識の相対を含め、物理学をその単なる一部門とみなすことになる。実のところ自然学が物理学とずれるように見え始めたのは、もはや物理学が人間の身体の領域を追うことができなくなっていたからだ。人間学の存在はこのズレの原因であるとともに結果であり、いずれにせよこのズレと相関していたのである。2. だがこのズレが生物学一般にではなく人間学に結びついたのはなぜだろうか。ボルフが生理学を特に人間の生気を与えられた身体についての学と呼ぶのはなぜなのか。それはおそらく人間についての認識や魂という形而上学的な特権の規定と医学という技術的熟練が交わる地点に位置しているからだろう。だからこそ人間はピシス自然と物理、フィジックの間のズレによって開けた空き地に認識にとっての第一の次第として現れることになる。ボルフはさらに次のように言っている。生理学は生気を与えられた身体についての学として定義される。医学者たちによれば厳密には健康な身体についての学である。他の人々は特に人間についての自然学的論究を人間学と呼んでいる。生理学は人間学でもあるように種別性を持ち得る。それが単なる物理学でない理由は人間学にあるのだ。3. 人間学のこの逆説的な位置取り、それは部分であるにもかかわらず全体の理由でもあるは、一連の重大な帰結をもたらす。人間学は自然ピシスの学の限界であると同時にこの限界についての学になる。しかし人間学はこの限界を自らの足元にあって自らが限界づけている領域の方に折り返す。だからこそ人間学は関係の不在を関係として断絶を連続として有限性を実証性として定義することにもなる。プラトナーも言っている。身体と魂をその関連において、すなわち総合的な限定と関係において考察することができる。これを私は人間学と呼ぶ。しかしテーテンスはすでに自然ピシスという視点を導入しなければ、この関係は人間学の中に収まりがつかないことをはっきり見て取っていた。しかしその際、彼は人間学と自分たちの哲学の方法を対峙していたのである。その哲学の方法に従えば、魂の変容は自己感情を通じて知られるような仕方で論じられなくてはならない。
それに対して分析的心理学、すなわち人間学においては、魂の変容は魂の内的器官としての脳における何事かという側面において検討され、さらに脳のさまざまな様態とその変化として説明されるという。4、人間学のプロジェクトの出発点がこのようなものであった以上、それは限定的かつ規範的なものにならざるを得ない。限定的というのは、この学が人間が自己感情を通じて自分自身について知っていることを知り解け、自然ピシスを媒介とする運動によって知り得るものだけを受け入れるからである。それゆえ人間学は常に自然の知恵を前提としながら、そこから屈曲して現象の中の現象としての人間だけを目指すことになる。しかし一方で人間学は常に生き生きとした身体についての学、自己自身を目的とし、正しい機能に従って成長すべき身体についての学でもあり続ける。人間にとって健康が生気を与える力の同義語だとすると、人間学はまた健康についての学ともなるだろう。ある意味でそれは基幹的なもの、すなわち正常なものについての学に他ならない。ローダーが言うように、健康な状態にある人間の身体の諸部分の性質と効用に関する理論というわけである。5、こうして人間学は人間についてのあらゆる認識を取り巻き、包み込むものとなる。人間学は人間が自分自身について知り得る全てのことに対して、影に日向にその知恵を提供する。だからどんな学問領域でも、そこに人間の何かが含まれている限り、人間学の広い領域の中に場所を得ることができる。ラクルテルによれば、我々の認識の広大な相対の中にあって、まず私の目に飛び込むのは、人格的な諸関係の中で捉えられた人間と、政治的な連合体の中に集う人間たちを扱う認識である。けれども、人間が自然的存在とされる以上、人間の自己認識は限定され、自然の戯れの中に差し込まれて初めて根拠を持つから、自然の戯れが人間に自己自身の認識を可能にするのは、認識から価値を抜き去ることによってでしかない。こうして人間学によって根拠づけられた学は限定され、人間の身の丈に合わせて切り詰められ、それ自身の真理から転落してしまうのだが、その転落のゆえに人間の真理に立ち戻るのである。その結果、人間学は根拠でもあれば限定的な規則でもあるものとして、まるで規範的な認識のように振る舞い、人間を問題にする諸学のそれぞれにどのような道を進むべきか、またそれがどのような可能性と限界を持つのかをあらかじめ指定することになる。まさにこのようにして、意図は生理学的な人間学、心理学的な人間学、歴史的な人間学、道徳的に目的論的な人間学を次々と見通すことができた。人間学は知を根拠づけることによって、もしくは少なくとも知を根拠づけるものの 学となることによって、その知を限定するとともにある目的に従属させるのである。したがって経験的な内容がどうあれ、人間学には固有の認識論的構造が備わっている。人間学はスタイルに関しては、またまだデカルト主義を踏襲していた当時のさまざまな人間論にも、常に突出するロックの思想の影響下にあった経験論にも重ならない意味を持っている。確かに人間学は前者と同様に自然の言語によって書かれる知であり、後者と同様に本源的なものを喚起するだろう。しかしそれらはいずれも人間学の認識論的構造の全体の中にある契機に過ぎない。この認識論的構造は動物としての人間でも自己意識でもない何か、すなわち人間の本質を中心として均衡を保っている。人間の本質とは人間の自然的存在であり、人間の可能性の法則でもあり、人間の認識のアプリよりの限界でもある。だから人間学は、単なる人間についての学にも、人間についてのあらゆる学の中の学、これらあらゆる学の知恵にもとどまらない。それは人間にとって認識を根拠づけ、限定するものについての学でもあるのだ。人間学を特徴づけるあの人間知の容疑性はここに潜んでいる。それはまず人間についての認識であり、人間を客体化する運動の中にある。この運動は人間を自然的存在の水準で動物としての初期程度の内容において捉えようとする。しかしそれはまた人間の認識の認識でもあって、主体に問いかける運動の中にある。この運動は主体自身について、主体の限界について、また主体が自分自身から得られる知によって、何ができるかについて問いかけるのである。人間学は自然の一部分を問題にしているのと信じていたのだが、実際のところそれは神を奪われた古典哲学の影によって、私たちの時代の哲学をすっぽり覆ってしまうようなある問いを提起するものだった。すなわち有限性についての経験的な認識が可能なのかという問いである。なるほど、デカルトの思想は一早く固有の経験を通じてこの有限性の問題に出会っていたけれど、それが最終的に有限性の問題に立ち至ったのは、無限の存在論を出発点としてのことでしかなかった。経験論とはといえば、この有限性に取り組み、絶えずそこに送り返されていたとはいえ、有限性は経験論の自体の限界、あるいは認識の境界に過ぎなかった。人間学的な問いかけはまた異なった意味を持っている。この問いかけにとって重要なのは、人間の水準において十分に解放され根拠づけられた有限性の認識があり得るのか否かを知り、この有限性をそれ自体として、すなわち実証性の形式のもとで思考することなのだから。まさにこの地点にカントが行った大掛かりな配置転換が介入する。
実際人間学の内的構造とそれを密かに書き付けている問いは批判の問いかけとちょうど同じ形式をとっている。認識の可能性と限界を認識しようとする人間学は批判の運動をその外側から経験性の身振りでなぞっているのだ。だから人間学では所有がアプリよりとして機能しうるように見える。人間学者たちは長い間いともたやすく思考を反転させることもなしにカントの教えを受け入れることができると信じてきた。シミットやフェーフェラントやイートは18世紀を超えて続く長いリストの筆頭に挙げられる証人に過ぎない。未だに人間学をことほいでいるような私たちの同時代人たちはよほど素朴なのであり、そんな素朴さには抗ってしかるべきなのだ。彼らによると無味乾燥の合理主義が迷い込んだ分裂、心身の分裂とか主客の分裂とかをついに確実に乗り越えさせてくれるのが人間学だという。しかしこのめくるめくような融和の中で彼らが出会っているのは人間知の文法的な両義性に耳を傾けることを知らない彼ら自身の驚くにも値しない奇跡でしかない。事実、批判的な思考を実証的な認識の水準に適用していると思い込むとき、人はカントが残した教えの本質的なものを忘れている。人間学を批判の相対に対して位置づけることの難しさを思い起こすだけでも、この教えが単純なものではないことを理解するには十分だったはずなのだが、ともあれこの教えは以下のことを伝えている。人間学の経験性はそれ自身に根拠を持つことはできないこと、人間学はただ批判の反復としてのみ可能であること、したがって人間学は批判を包摂することも参照せずに置くこともできないこと、最後に人間学が批判の外で経験的な次元におけるその類比物となるのはすでに明るみに出されたアプリよりの諸構造に依拠するからであること、したがってカントの思考全体の変遷の中では有限性がそれ自身の水準で考察されることなどありえない。有限性が認識と現実に与えられるのは副次的でしかないのだ。しかしこの有限性が参照すべき強いられるのは無限の存在論ではなく認識のアプリよりな条件の変遷の相対である。言い換えれば人間学が二重に批判に従属する。認識としては批判によって確定される条件とそれによって規定される領域に、有限性の探索としては批判によって提示される現象的で乗り越えることのできない有限性の諸形式に。以下のように理解してみると人間学の位置は自然科学の形状学的原理の位置と似ていなくもない。両者は共に一方では批判と認識のアプリよりな諸形式を、他方では経験的に形作られ歴史的に展開された知の原理においてその間の分節化の体系を明らかにしようとするのだから。しかしこの対称性は表面的なものに過ぎず、その真相では非対称性が支配している。原理で問題になるのは物理学であり、すでに真理と化した従前な学である。それに対して人間学が問うのは自然ピュシスであって、不完全性や境界や失調、つまり自然の水準における否定性が問題になるような認識の層である。別の言い方をすれば、批判と原理の間の連続性は双方に対象をなして見られる能動性の諸々の形式と、その能動性によって根拠づけられ構造化される真理の領野によって保障されている。批判と人間学の間にも連続性があるが、それは双方に共通して必要に限界が現れ、その限界によって厳密な有限性が示唆されるからである。原理は神なしで済ませ、批判によって内的矛盾をはらむことがすでに証明されていた顕在的な無限の仮説を無用のものにしてしまう。人間学は神の不在を自ら指し示し、この無限の後に残された空気の中で展開される。物理的な物体からなる自然が総合について語るところで、人間の経験的な自然は限界について語るのだ。おそらくカントの思考の中心には、総合と限界のこの総合的で反転した性格、この非対照的な対照性が存在している。批判はそこからあらゆる可能的な認識に対する特権を受け取るのである。今や私たちの出発点に立ち戻るべき時が来た。批判が常に人間学的抗議に伴われていたという事実に、そしてカントが超越論的考察に努力を傾ける傍らで人間についての経験的な認識を蓄積し続けていたというあの単調な対位法に立ち戻るべき時が、25年間にわたってカントが人間学を抗議し続けたのは、おそらく単に大学人としての務めだったからではないだろう。この必要さは、カント的な問題の構造そのものに結びついている。無限の存在論を介することも絶対者の哲学に対して妥協することもない考察の中で、いかにして有限性を思考し分析し正当しか根拠づけるのか。この問いは実際に人間学の中で作動してはいるものの、真の次元において展開されるには至らなかった。なぜならそれは経験的な思考の中でそれ自体として考察されるものではないから。だから人間学がカントの批判の企てに対して終焉的なものにとどまらざるを得なかったのだ。人間学は本質的であるとともに非本質的なものである。人間学はどこまでも縁であり続ける。中心はいつもそこからずれているのだったが、絶えずその縁に立ち返り、その縁に問いかけるのだ。批判の運動は人間学の構造からくっきりと浮かび上がるものだったと言ってもよい。
それは一方で人間学の構造が批判の運動を外側から描き出していたからであり、もう一方で批判の運動はただ人間学の構造から解放され反転してこの構造に対立し、この構造を根拠づけることによってのみ初めて価値を持つからである。人間学に固有の認識論的淵は批判を模倣していた。しかしこの類似に惑わされることなく、その合理的な秩序を復元してやらねばならなかった。この秩序によると人間学は批判を重力の中心としてその周囲を回転するものだった。こうして再建された秩序は人間学にとっての神聖な解放の形式であり、その真の意味を明るみに出すものだった。その時人間学はアプリオリから根本的なものへ、批判的思考から超越論的哲学への移行が告げられる場所として現れたのである。人間学と現代哲学がどんな誤解と錯覚の絡まり合いの中に迷い込んでしまったかがわかるだろう。人は人間学に批判としての価値を与えようとした。すなわち人間学をさまざまな偏見やアプリオリの世紀を変えた重圧から解放された批判として位置づけようとしたのだ。しかし本来人間学が根本的なもので自体の通路となるには批判に従わなければならなかったのである。人はまたこれも批判の忘却の別のあり方に過ぎないのだが、人間学を実証性の領野と化し、あらゆる人間科学はそこに根拠と可能性を見出すのだと考えようとした。けれども実際には人間学は限界と否定性について語ることしかできはしない。人間学の意義は批判の厳密さを、有限性の優位を超越論的に根拠づけようとする企てへと伝えることところにしかないのだ。人間学とは何か、いやそれが哲学の領野全体の中で本質的に何であるべきかという観点から、あらゆる哲学的人間学を退けなければならない。根本的なものに至る自然な通路であると自称する哲学的人間学を、また人間についての特定の人間学的考察によって出発点と具体的な地平を定めるような、あらゆる哲学を退けなければならない。この双方においてカント以後の西洋哲学に特有の錯覚が働いている。人間学的な形式をまとうこの錯覚は、カント以前の形而上学が内に秘めていた超哲論的な錯覚と対を成している。この対称性によってそれを導きの意図として人間学的錯覚がいかなるものかを理解することができるだろう。実際歴史的に言って人間学的錯覚が超越論的錯覚から発生するというより、それはカントの批判における超越論的錯覚の意味の横滑りから生じたのである。超越論的な仮称の必然性は次第に真理と現象と経験の構造としてよりも有限性の帯びる具体的な性根として解釈されるようになっていった。超越論的仮称においてカントが何とも曖昧にも自然的と呼んでいたのが、客観への関係の根本的な形式であったことが忘れられて、人間本性という意味での自然に回収されてしまったのだ。その結果、錯覚がそれを批判する認識論的考察の運動によって定義されるのではなく、批判以前の水準に差し戻されて二重化と根拠づけを被った。こうして錯覚は真理の真理となった。まさにこの錯覚ゆえに真理は常にそこにありながら決して与えられることはないというのである。その時錯覚は批判の存在理由と源泉となり、真理を失いつつ絶えず真理に呼び戻される人間の運動の原点となった。今有限性として定義されたこの錯覚は真理の対極地そのものとなったのだ。真理はそこに隠れているのだが、常にそこに見出されうるのである。だからこそ人間学的錯覚は構造的に言って超越論的錯覚の裏面であり、鏡の中で反転されたイメージなのである。超越論的錯覚は知性の原理を経験の限界の外に適用することから生じた。つまりおのずからなされる一種の審判によって可能的な認識の領野の中に顕在的な無限を承認することから生じた。一方、人間学的錯覚がこの審判自体を説明しようと目論む反省的な対抗の中にある。有限性を乗り越えることができるのは、この有限性がそれ自身以外の何者かであり、有限性の原性が見つかるその足元に位置する限りのことでしかない。この足元とは折り返された有限性そのものに他ならないのだ。そこで有限性は自己自身をまざまざと感じる経験の領域から、自己自身を根拠づける本源的なものの地帯に向かって折り返される。こうして有限性の問題は限界と審判についての問いかけから、自己自身への回帰についての問いかけに、真理の問題形から道と意の問題形に移行した。有限性は阻害の領域に踏み込んだのだ。しかし逆説はここにある。認識の予備的な批判からも客観への関係という最初の問題からも解放された哲学は、だからといって根本的な定律であり、考察の出発点である主観性から解放されはしなかった。それどころか哲学は逆に主観性の中に閉じ込められてしまうことになった。厚みを増し実体化され、人間的本質の乗り越え不可能な構造の中で閉塞する主観性の中に、この人間的本質の構造の中で目を光らせながら静かに潜んでいるのが真理というあの擦り切れた真理なのである。だとすれば、私たちの時代の考察に特徴的な運動の中で生じた一連の事態を理解することができるだろう。人間についてのあらゆる認識はなぜ最初から弁証法化されたものとして、あるいは弁証法化し得るものとして示されるのか。そしていずれにせよ、なぜ本源的なものへの回帰、本来的なものへの回帰、
あるいは根本的な能動性への回帰、すなわち世界に意味を成り立たせるものへの回帰が問題になるように、な意義を帯びるのか。また、あらゆる哲学はなぜ人間についての科学や経験的な考察と批判も科学哲学も認識論も返すことなく通底するものとされるのか。人間学とは人間の経験と哲学を非反省的な媒介によって結びつけ、私たちの知の根拠へと向かわせる秘密の道なのだ。人間とは何かという問いの惑わしに満ちた多義性こそが、均質で脱構造化され果たしなく反転可能なこの領や、人間が自分自身の真理を真理の精髄として示すこの領や生んだのである。意味構造生成といった変幻自在の概念はどのような価値を持ち得るにせよ、そして厳密な思考の中でその価値を再建すべきであるにせよ、今のところただこれらの概念が通用している領域の混乱を示しているに過ぎない。こういった概念が人間科学の全てと哲学の双方で区別なく流通しているからといって両者を連続したものと考えてよいということにはならない。それが示すのはただこの人間学的錯覚に対して真の批判を差し向けることができない私たちの無力でしかないのだから。しかしながら私たちはすでに半世紀以上も前からこの批判のモデルを手にしている。ニーチェの企ては人間についての問いかけの増殖についに終止符を打ったものとして理解しうるだろう。実際神の死は絶対者にとどめを刺すと同時に人間自体を殺すような二重の殺害の身振りとともに宣言されたのではなかったか。そもそも有限性の中にある人間は無限の否定でもあればその前哨でもあって、またそれゆえ無限とは切り離すことができない。だからこそ神の死は人間の死において完成するのだ。人間をも無限をも解放するような有限性の批判を考えることはできないだろうか。有限性は終着点ではなく時間のあの湾曲、あの結び目であって、そこでは俺が始まりであると示してくれるような批判を考えることができないだろうか。人間とは何かという問いが哲学の領域の中で辿った奇跡はその問いを知り解け無力にする一つの答えにおいて完結する、すなわち超人